ご案内申し上げます。本日は連休の中、多くの皆様に、足を運んでいただきまして誠にありがとうございます。ただいまより人種差別撤廃条項提案100周年、シンポジウム戦間期の国際秩序変容を考えるを開催いたします。まず最初に、主催者を代表しまして日本、公益財団法人日本国際問題研究所、中山康典所長代理よりご挨拶申し上げます。日本国際問題研究所の所長代行いたしております中山と申します。よろしくお願いいたします。本日は日本国際問題研究所主催のシンポジウム、人種差別撤廃条項を提案100周年シンポジウム、戦間期の国際秩序変容について考えるにご参加いただきまして誠にありがとうございます。当研究所ではですね、2017年から歴史分野に関する研究プロジェクトを実施してきております。同プロジェクトではですね、本日ご登壇いただきます中西先生、細谷先生、川島先生をはじめとする第一線でご活躍をしておられる多くの先生方ご指導のもとですね、歴史に関する問題について研究を重ねてきております。ご存知のように戦後70年が経過いたしまして、歴史問題についてはですね、いろいろ種々の議論がなされてきたわけでございますけれども、当研究所としてはですね、未来に向かうことの重要性ということが重要であろうということを考えてきております。そのためにはですね、より客観的それから多角的な観点から事実の確定を行うための歴史研究を進めていくことが重要だと考えております。このようなですね、研究成果の蓄積と共有を通じまして、関係国家間の相互理解と信頼を促進することが、長期的には我が国に対する国際社会の幅広い理解や外交関係の安定にもつながるものと信じております。このような問題意識に基づきまして、一昨年は歴史の和解や歴史と記憶をテーマとしまして、また昨年は占領と講和をテーマとして、現在の東アジアにおける国際秩序の原型ともいえるサンフランシスコ体制に焦点を当てて議論してまいりました。そして今年度につきましては戦前の歴史に取り組んでいるところでございます。今年2019年ですね、は第一次世界大戦の講和会議であるパリ講和会議の開催、それからベルサイユ条約の調印からちょうど100周年となります。でパリ講和会議は1919年1月、第一次世界大戦の国際秩序および大戦後の国際秩序およびそれに基づく国際体制の創設を課題として開催された重要な会議でございまして、日本はアジアから唯一五大国の一国として参加し、戦後秩序の構築に立ち会ったわけです。本日のシンポジウムではですね、このパリ講和会議で日本が提案した人種差別撤廃条項提案に焦点を当てさせていただきます。皆さんご存知の通り、この提案はですね、先日の安倍晋三総理が行った所信表明演説においても言及されているところでございます。またこの提案は当時英米などの反対などもあり現実化には至りませんでしたが、現在では人類の普遍的価値として謳われているものになっておりまして、その意味では日本がですね、新しい秩序を形成する上での一定の役割を果たしたと言えるのではないかと考えております。パリ講和会議の時代の研究はいろんな面で進んでおりますけれども、そこに出席した日本に関する研究はまだ前進の余地があると言えるのではないかと思っております。で本日は日本の政治外交史の専門家もお招きしておりますし、また欧米や日本のみならず中国、アジア諸国の視点も含めて
本日ご登壇の専門家の先生方からお話をいただくことになっております。このタイミングで、日本がこのパリ講和会議で行った人種差別撤廃条項提案に焦点を当てたシンポジウムを開催できることは私どもとして大変喜ばしく思っております。ご清聴ありがとうございました。続きまして基調講演を中西博史教頭大学教授からいただきます。中西先生はもうすでにご紹介するまでもございませんが、国際政治学、20世紀の国際関係史、日本の外交安全保障などがご専門で、多くある著作の中でも代表だけ申し上げれば、国際政治とは何か、これは読売吉野作造賞を受賞されています。他に国際政治学ご教著ですがなどがあります。では早速中西先生よろしくお願いいたします。ただいまご紹介いただきました中西でございます。本日はこのような場をお作りいただきまして、日本国際問題研究所に感謝をいたしたいと思います。また本日このテーマで基調講演という大役を仰せつかりましたけれども、このあと戸部先生、庄司先生、川島先生という日本外交史あるいは軍事史あるいは中国外交史の専門家の先生方がお話を準備をされています。私は国際政治学が専門ということで、パリコア会議について、ある程度こう資料も読んで研究したことはありますけれども、いわゆる歴史家、外交史家としてこのテーマを扱ったわけではありませんし、また人種差別条項、人種差別撤廃条項について、特に専門的に研究したわけではないんですけれども、今回このような基調講演の場をいただきましたので、後でお話になる先生方とはできるだけ重ならないように、第一次世界大戦やその後のパリ講和会議を中心とする国際秩序の変容という中で、日本の外交、政治、特にこの人種差別撤廃条項をめぐる議論というのがどのような位置づけになるのかという一つの解釈なり、イントロダクションとしての見通しをお話をさせていただきたいと思います。前のスライドでお話をさせていただきたいと思いますが、このテーマについての研究というのは、個別にある程度あることはあるんですけれども、それほど研究蓄積がたくさんあるというわけではありません。前見ていただいたらいいかと思いますが、上から4番目の島津直子先生の、本日持ってきていますけれども、Race and Equality, The Racial Equality Proposal of 1919 という、20年ぐらい前に出された彼女の博士論文をもとにしたものですが、これが端緒としては今日でも、唯一ではおそらくないかと思います。でイギリス外交を、イギリスの文書などを中心にして、綿密に分析された外交史として価値があるものだと思います。それ以外にその上にありますポール・ゴードン・ローレンの、研究書の翻訳がありますが、こちらがその人種差別問題についての国際政治の、変化というのを外交史的に扱ったものとして、よく知られたものであります。それ以外に今日お越しですけど、京都産業大学の高原先生が、ウィルソン外交という文脈で、日本との関係で扱われたものなども、ありますけれども、それほどこのテーマに絞った研究があるわけではありません。で、本日私がお話しさせていただきたいのは、こうした諸研究を、踏まえながら、もう少しこう第一次世界大戦そのものについて、どう考えるべきか、いろんな諸研究があるんですが、それらを、ある程度こう、統一して理解するような方向性がないかということを、主に念頭において、今日のお話をさせていただこうと思います。
でそもそも第一次世界大戦ということは1914年に始まりましたので、5年ほど前に、100周年ということでその時期を中心にたくさんの、改めてこうレビューというか歴史研究が行われました。でそれ以前から一つの傾向としてあるのは第一次世界大戦を軍事史的な観点から研究するというものがおそらく第二次大戦後1950年代60年代まで主だったんですが、それ以降次第に社会経済史あるいは文化史というような視点で今日では第一次世界大戦研究が主になっている、もう一つはヨーロッパを中心とした研究がグローバルなものになってきているということであろうと思います。でそういう流れはあるんですけれども、私はそれらの研究を読みながら、そしてこの本日のお話のテーマも含めて考えると、第一次世界大戦という呼び方自体が、当時からありました、第一次というのは当然第二次があってからなんですが、世界戦争という呼び方はありましたが、この戦争という言葉がややこの1914年からそれ以降に起きた事態を理解する上では誤解を与えるものかもわからないなというふうに思うようになりました。非常に大雑把に言いますとですね、1914年8月に、ドイツと、フランス、ロシア、あるいは、イギリス、オーストリア、ハンガリーなどが主な交戦国として、ヨーロッパにおいて、100年ぶりぐらいのナポレオン戦争以来の大戦争になったわけですが、その、大国間戦争というのが最もこう激しく戦われたのが1914年から、16年ぐらいまでの間でありました。もちろん戦争自体が休戦に終わる、ドイツが休戦に、他の国もそうですが休戦になるのが1918年ですので、戦争自体は続くんですが、その1914年から1916年頃までの、戦争というのは、ヨーロッパで、古典的な意味での戦争の延長線上での大戦争が戦われると同時に、それが同盟ですとか、帝国ですとかそういうものを通じて、グローバルな波及をしていたと。日本について言えば日英同盟でイギリスの同盟国でしたので、東アジアにおけるドイツ権益、中国あるいは太平洋諸島での、軍事活動を行うということになりました。もう一つ、重要なのはイギリスが当初からイギリス帝国としてこの戦争に参加したということで、オーストラリアやカナダ、そして植民地でありましたインドといったような国も、半ば自立したアクターとして、しかしイギリス帝国の一部として戦争に参加したということであります。こういったことによりまして、ヨーロッパで基本的に戦闘は行われていたんですけれども、その影響が世界的な作用を持っていたという時代でありました。しかし1916年頃になるとこの、大戦争というものが、ヨーロッパにとどまらず世界的な影響を持つ、それもいわゆる軍事戦争ではなくて社会的政治的変動を伴う、いわゆる革命的変化というのを、もたらすようになりました。今でもなく1917年にロシアで、2月革命、10月革命という形で、社会主義体制を生み出す革命が起きたわけですが、それだけではなくアメリカがウィルソン政権の下で中立政策を維持しようとしていたものが、参戦を決めて、戦時体制に変わっていくわけであります。それと同時に第一次大戦前から潜在していた、世界各地の民族主義運動が政治的な一種の革命性を持った運動構想になっていくということでありまして、これはインド、オスマン帝国、エジプトなどで、戦争と絡み合いながらそういう政治運動が本格化をしていくという過程になります。これは当然ながらその地域地域ごとの事情があり、またその歴史時代区分もすっぱりと切れるものではないんですけれども、1917年ぐらいからそういう状況になって、第一次大戦というものそのものが、その例えば第二次大戦などと基本的に違うのは、
戦争の終結というのは、まあ、交戦国、特にその同盟国と言われたドイツとその、同盟国の革命によって終わっていったということでありまして、まあ、ドイツあるいはまあその前にロシアもドイツとそうした形で交換を結んだんですが、オーストリア、ハンガリー、まあ、オスマン帝国は革命体制が変わるのは少し後になりますけれども、まあ、基本的には政治体制の変革を伴いながら終わっていった、まあ、その意味で1918年に確かに休戦にはドイツを中心になったんですが、まあ、こうした変化そのものが終わっていったのはもう少し後、1920年代になってからというふうに考えた方がいいこともいろいろありまして、その中でパリ講和会議というのは行われたという、まあ、そういう文脈を重視することがより重要になってきているんではないかなというのは私の考えであります。まあ、そういう中で、日本の話でありますが、まあ、この第一次大戦期には日本で、3つの内閣がありました。で、非常にこう手荒に時期区分をしますと、大隈重信内閣という、まあ、反政友会系の政党内閣だったわけですが、まあ、この政党内閣が第一次大戦の開戦に、まあ、直面することになりまして、日英同盟を理由に参戦することになったということは多くの皆さんがご存知かと思います。で、この大隈重信内閣は1916年の10月まで続くんですけれども、まあ、その、過程というのは先ほどのお話で言うと、まさにこうヨーロッパ諸国が、まあ、いわゆる同盟戦争を戦っている時でありまして、まあ、日本はイギリス側に立って、ドイツとドイツ側と交戦するという形で、軍事外交を行っていた。まあ、その中で日本が重視したのは東アジアでの、まあ、一等国としての地位を固めるということでありまして、まあ、有名な対華21カ条要求を、中国政府に対して発して、まあ、その交渉が行われる、まあ、そこにアメリカ、イギリスもある程度絡んでくるんですけれども、まあ、基本的には戦争中のことですので、まあ、日本への、まあ、圧力ということは少なく、中国が、まあ、日本の要求の主要部分を受け入れるという形で、終わります。で、ところが、まあ、大隈内閣はその21か条要求の、扱いなども含めて、国内的に批判が高まって、1916年の10月に、寺内正岳内閣という、まあ、軍部出身の陸軍出身の寺内を主犯とする内閣になります。でこの時期は先ほど言いましたように第一次大戦が大きく性格を変えてヨーロッパ諸国の大国間戦争から世界的な変動期に入っていくところでありました。で寺内はこの寺内内閣は、まあ、そうした変動期の中で同盟国である連合国である英仏ロとの、まあ、調整を進めて、大隈内閣の時にある程度生まれかけた不信感を払拭するべく、まあ、秘密条約なども含めて戦後の、まあ、日本の講和条件についても話を詰めていました。まあ、それと同時に中国において革命状況の変化とともに遠征外政権が倒れた後、まあ、段祺瑞政権が北京にできるわけですけれども、まあ、その段祺瑞政権に支援をすることで日中関係も立て直すことを試みた。まあ、そしてウィルソン政権、アメリカのウィルソン政権は参戦に動いていったわけですが、その状態の中で日本の対アジア政策に一定の懐疑心を持っていたわけですが、まあ、外交的に、まあ、石井菊次郎氏を特使として送ってランシング国務長官との間で、まあ、一定の日中関係、中国問題についての、まあ、妥協もするということで、まあ、国際情勢が変化する中で、ある種のこう、日本外交の再構築を図った時であったと
言えるだろうと思います。でその流れの中で最後にこの政権の最後に、まあ、取り組んだのがシベリア出兵でありまして、まあ、シベリア出兵問題はロシア革命以降ずっと、まあ、あの英仏から、まあ、話が出ていたんですけれども対米関係も考えて、慎重ではあったんですけれども、まあ、この最後の段階で、アメリカも動くということになって、シベリア出兵に踏み出したんですが、まあ、ちょうどその頃に、米騒動などのまあ、あの経済社会問題が大きくなって退陣を余儀なくされるということで今度は政友会系の政党内閣である花内閣にバトンタッチをすることになったわけであります。まあ、その直後に第一次大戦は休戦を迎えて1919年の1月からパリ講和会議ということになるということで原内閣ができた直後にパリ講和会議に対応しないといけなくなったという流れであります。で内閣は変わったんですが、まあ、日本としてはあの、この休戦講和がの話が出てきた当初は基本的にはこの大隈寺内内閣で積み重ねてきたことを、まあ、あの延長するというふうに考えていたように思われます。まあ、しかし原内閣自身が、まあ、特にイギリスだけでなくアメリカとの協調関係を重視してこのパリ講和会議にウィルソン大統領が自ら赴いて14カ条を基礎にした講和条約を結ぼうとしているということについてはより積極的な対応を必要とするという発想に動いてきたと言えるだろうと思います。そのことが今回のテーマである人種差別撤廃条項を日本が提案することになった要因であるというふうに大きくは言えるのだろうと私は理解をしています。で、まあ、今もお話しましたがウィルソンは、これ、数字がちょっと書き間違えてしまっていますが1918年の1月8日ですね。81年ではもちろんありません。18年の1月8日に14カ条演説というのを、米議会で行いまして、この戦争 の終結条件という形で、述べました。まあ、それは世界が健全で安全に暮らすことができる状態を目標とするという、まあ、一般原則の下でよく知られているようにいわゆる、まあ、リベラルな自由主義的な、まあ、いくつかの諸原則を述べる、まあ、あの自由貿易であるとか海洋の自由であるとか、まあ、あの民族の自決という言葉はないんですけれども植民地について、その住民の意思を無視した形では処分しないというような趣旨のことは書かれていました。まあ、いずれにせよこうした内容を出したんですが、まあ、これ自体は一方的な宣言で、ありました。まあ、しかしその中で14条にこの、一般的な諸国連合という言い方で、まあ、国際連盟になるようなものを作ろうという提案もあったわけであります。で、これがあの14カ条が本当の意味で重要になったのは1918年の半ば以降でありまして、すなわちこの14カ条を基礎にしてドイツが休戦講和を受け入れるという方針を取るようになったからであります。まあ、最終的に11月11日にドイツとの休戦協定が成立したわけですが、まあ、その時にドイツ側としてはこの14カ条を基礎とした講和に応じるという観点で、まあ、あの休戦が成立したということで、この14カ条の内容が、まあ、あのかなり短期間に国際的な、まあ、その条約なり取り決めの基礎になる状況になったわけであります。まあ、この状況において国際連盟のような国際組織ができるという、あの見通しができたために日本側としては特に原内閣は急速に対応を迫られることになりました。でその時に、まあ、原内閣としては先ほど言いましたように米英との協調ウィルソンや、まあ、当時のイギリスロイド・ジョージ政権などの、との、まあ、あの戦後の協調を基本方針にしていたわけですが、まあ、その際に日米間で特に大きな問題になっているのは、まあ、中国の問題がありましたけれども、まあ、それは石井ランシングとか日中関係の改善で一応対応されできていると。むしろより大きな問題は1900年代の初めから
問題になっていた、まあ、アメリカ西部カリフォルニア州を中心としたいわゆる、まあ日本移民排斥問題であるというふうに認識をしていて、これについて、この、国際連盟ができるのを機会にして、この、移民問題について、まあ、ある種のこう基本原則を、訴えようという話になっていったわけであります。まあ、より具体的には後ほど戸部先生や庄司先生の方からもお話があるかも分かりませんが、まあ、その寺内内閣の頃から臨時外交調査委員会というようなものができていて、そのまあ今日でいうところの官邸主導で外務省だけではなくて政治政党の代表なども集まって外交方針を議論しようという枠組みが出てきたわけですが、まあ、そこでは原内閣は、まあ、先ほど言いましたね、英米協調路線で行こうという方針を出していたわけですが、まあ、これに対して、政府、まあ、まあ、保守派の政治家などから、まあまあ、親英米は悪くないけれども特に連盟というようなものができると日本のアジア外交に制約がかかるのではないかということについての疑念が出てきました。でこの人種差別撤廃の話は先ほど言いましたように、まあ、移民問題に対応するということで、まあ、これを出すことによって英米との関係を、まあ、日本側に有利な形で、持っていけるという形で、原内閣の方から、まあ、ある種のこう、妥協案として、出してきたという流れがあります。まあ、内田外相ですとか全権大、代表になる牧野新憲といったような人が、まあ、そういう、発言をしています。で、他方で、まあ、こうしたその連盟会議論を唱える政治家たちの、後押しにもなったのは国内世論でありまして、まあ、国内世論でも当時、まあ、ウルソン主義、自由主義というものに対しては、まあ、一般的には肯定的な議論は多かったんですけれども、まあ、連盟といったようなものがいきなり出てくるということについてはむしろ会議論が結構ありました。でそのこととこの、まあ、人種差別特に日本人移民差別問題を結びつけて、この、人種差別が、まあ防止されるような内容が連盟に含まれるのであれば連盟を支持してもいいというような、まあ、そういう論調が結構強かったわけであります。でこれは1919年になってパリ講和会議が現に行われるようになって現地からの報道もいろいろあるようになって、まあ、どんどんこの人種差別問題というのが日本の内政上大きくなっていきます。まあ、1月に人種差別撤廃規制大会というような、まあ、大きな集会が行われますが、まあ、これが1月以降も何度か行われるという流れになって日本政府原内閣自身が、まあ、こうした世論、特にこの人種差別問題を、中核に据える意見の、まあ、圧力にさらされるという状況になっていきます。でこの人種差別撤廃問題が大きくなった一つの背景には、まあ、イギリス帝国と日本の第一次大戦中の関係の変化の問題がありました。まあ、1910年代に入ってインドでは独立運動が、まあ、強くなって、まあ、これは自治を求める勢力とよりこう、急進的な独立を最終的に求めるような勢力と複数が、まあ、競い合っていた状態なんですがその一部が日本にも波及をしてきて、まあ、インド人の活動家ラース・ボースという人が有名ですがなどが日本に逃げてきて、イギリス側はそうした人の取り締まり、まあ、引き渡しを求めるということになりましたがそれに対して、まあ、伝統的なアジア主義者遠山満などに代表されるような、まあ、アジア主義者は、まあ、その、反植民地、反人種差別という観点から、まあ、このインド独立運動を支持するという声が結構ありまして、まあ、結局先ほどのボースも
まあ、ずっと隠れて逃げ回っていて、その遠山などが、まあ、助けて、最終的にはあの今もあります新宿の中村屋というところの、あの娘と結婚して、後に日本籍を取ってずっと日本にいるということになりましたが、まあ、こういう形で、これまで日本のアジア主義というのは中国や朝鮮半島など近くのことを基本的に考えていたわけですが、まあ、第一次大戦を契機として、それを超えた、まあ、いわゆる大アジア主義的な様相を持つ、まあ、その中で、まあ、イギリスを植民地帝国として批判をするという観点が強くなりました。まあ、そういうことと、まあ、あの米に対する、まあ、ある種のこう警戒心が合わさって、まあ、その観点からハラス政権に圧力をかける、まあ、一つの、手段として人種差別撤廃ということを強く掲げるようになりました。まあ、その一つの反映が後ほど庄司先生がお話しされると思いますけれども、近衛文麿という、まあ、後の日本の首相になる政治家ですが、この時はまだ若い家族の青年だったわけですが、まあ、英米本位の平和主義を廃すという有名な論文を書きましたけれども、まあ、その論文が書かれた一つの背景は、まあ、そうした日本の国内的な変化、特に世界が大きくこう変革期にある中で、まあ、日本が、まあ、その英米と協調する国際秩序というものに単に従っていくのでいいのかという、まあ、批判的な論調であったということができます。で、外交的には、まあ、西園寺公望という、まあ、フランスに留学もしたことがある、まあ政治政界の大物元老の一人ですが、まあ、彼が総団長のような形になって、実務は牧野であるとか外務省の陳田捨美とか伊集院彦吉など何人かが似たという形になりましたが、まあ、パリで最初にアメリカに接触して、した時にはアメリカ側の反応はそんなに悪いものではありませんでした、まあ、ウィルソン政権は、この提案に日本側 その人種差別撤廃というようなことについて、まあ、鼻からダメだという感じではなかったんですね、特にハウス大佐というウィルソンの側近はそのような姿勢でありました。まあ、それが結果的には日本側としてはやや、まあ、外交技術的には判断を誤ったということになるかもわからないですが、まあ、そういう姿勢に力を得て、日本側は当初案としてここに書きましたが、もう時間の関係で読みません。これは戸部先生が詳しくお話をされると思うんですが、まあ、基本的には移民問題を念頭に、対日移民、自国民ではない移民に対して差別、少数移民に差別がされないような内容のものを入れましょうという、まあ、案を示したわけであります。で、ところがその後ですね、情勢が変わって、一つはイギリスが先ほど言いましたように大英帝国という形で戦ったので、イギリス本国だけでは意思決定ができずに、まあ、オーストラリア、南アフリカなどの、まあ、いわゆる実領の発言権を、大きく気にする必要が出てきましたが、特にイギリス帝国全権団の中では、オーストラリアのヒューズ首相が極めて強硬にこの問題に反対をしました。これは、まあ、いわゆるオーストラリアの白豪主義、ホワイトオーストラリアポリシーというのは有名ですが、まあ、これ自体20世紀の初めぐらいに始まったものでありまして、基本的には人種問題というよりは、まあ、オーストラリアの福祉問題を念頭に、まあ、低賃金で働く移民を入れるべきでないという、まあ、労働党の立場の、議論でありました。ヒューズは労働党の首相でありましたから、まあ、そういう国内福祉の立場から移民受け入れに反対の立場を取っていた、まあ、もちろん日本に対する警戒心もありました。それが両方組み合わさって、極めて強硬に反対をして、イギリスとしては帝国内の統一をまとめ、保つために、まあ、この問題では譲歩できないという方向になっていた。まあ、そしてアメリカでもですね、ウィルソンが一旦2月から3月にかけて帰国をするんですが、その時に米国内で非常に厳しい批判を受けて、まあ、その中で日本のこの移民問題というのはそんなに大きくはなかったんですが、やはりまあ一部にはそのことも含まれていました。まあ、そういう状況の中で3月頃になると、米英ともに、まあ、この問題については非常にこう消極的になったということであります。
まあ、そういう状況の中で、まあ、日本の、特に全権団としては、まあ、ある種板挟みになって、しまいました。米英とは最初何らかの妥協ができるのではないかというふうに見通していたところが、まあ、3月頃になると急速にそういう見通しが失われていた。他方で日本国内では、まあ、人種差別撤廃というのが、まあ、世論上の非常に大きな問題となって、まあ、ある意味ではこれが認められるかどうかで日本の、まあ、連盟加入を決めるべきだという報道の意見も出ていたわけであります。まあ、そういう中でなんとかこう、妥協点を見つけようと努力したのが、まあ、あの3月から4月でありまして、4月に、まあ、あの国際連盟の条文ではなくて前面の中に、国民平等というような、まあ、一般論は入れられないかということを、まあ、あの要求する方針を日本全権団の中で一度決めるんですけれども、まあ、あのその方針で、まあ、あのやろうということに一応したんですが、まあ、連盟委員会という国際連盟の条文を決める委員会が4月11日に行われて、まあ、日本側が出した提案について、過半数の11カ国は賛成したんですが、5カ国が反対をすると、まあ、そして、ウィルソン大統領が議長だったんですが、まあ、これは極めて重要な問題なので、これについては全会一致が得られなかったので、この、提案は採択しないという形で否決をするということになりました。まあ、これは明らかにあの、手続き上は異例でありまして、まあ、他の問題について過半数で決めていることはいくつもありましたので、まあ、この問題についてウィルソンはやはり、まあ、あのルールを曲げて、この問題で、まあ、日本側の要求が入れられると、まあ、特にイギリスがまとまらないと、まあ、アメリカでも反対が強くなるということで、あの強引にこの決着をしたということが言えるだろうと思います。まあ、最後、日本側として、まあここで触れる時間はありませんけれども、まあ、中国との間でいわゆる三島問題をどう扱うかということが大きく揉めていて、まあ、その問題については日本側の要求がかろうじて、基本的には受け入れるということになって、まあ、このパリコア、あのベルサイユ条約は署名するという方針になりました。でそれに伴って、まあ、最終的には牧野がこのパリ講和会議の総会の場で、将来この、まあ、あの人種差別撤廃あるいはまあ人種平等といったような趣旨の、事柄が国際的な原則として受け入れるように、まあ、あの努力を し続けるという、まあ、演説をして、終わるという形になったわけであります。こうした流れについて、まあ、要約的に評価をしますと、まあ、この人種差別撤廃というのは、まあ、あの基本原則として、日本が考えていて、政府にしても日本国民が考えていて、それをこ あのパリ講和会議の場で実現しようとしたというふうには率直には言えないであろうと思います。ある種のこう外交上の妥協点として、浮上したというものでありまして、まあ、それが外交上の、まあ、やり取りの中で、実現されなかったということであろうかと思います。まあ、しかしそれをより大きく見ますと、一つは坂の上、まあ、あの司馬遼太郎さんの坂の上の雲のことですけれども、まあ、あの日露戦争に勝利して、いわゆる不平等条約が改正された後、まあ、日本外交が何を目標にすべきかということが、まあ、1910年代には課題になったわけですけれども、まあ、そこで、日本の自己イメージとしてはアジアの指導国になるんだと、それから、まあ、そのアジアの指導国として世界の一等国としてイギリス、アメリカなどと、まあ、ゴス、まあ、協力も含めて、ゴスという国になるんだという認識を第一次大戦中に固めていったと言えるだろうと思います。まあ、その際に、まあ、英米と協調してやっていこうという、まあ、原内閣に代表されるような立場は、まあ、あの峠の一つである、まあ、この移民問題について、この機会にこれを除去するために、この条項を利用しようとする。逆に、まあ、英米の秩序に不満を持つ人たちは、まあ、いろんな立場、まあ、英米批判、反帝国主義、大アジア主義といったようないろんな立場から、まあ、この人種差別撤廃問題を、まあ、ある種の英米秩序の踏み絵として、主張すべきだという観点から重視した、まあ、そういうものの妥協点として、このパリ講和会議での、提案はなされたと言えるだろうと思います。
まあ、結果的にはこの提案を行って、先ほど述べたように、まあ、最終的に日本の要求は全くこう、入れられずに否定されたという形で、まあ、その後1924年に有名な排日移民法がアメリカで、まあ、採択されることをもって、まあ、日本の中で、まあ、英米の秩序に対する幻滅や不満が残るという意味では、まあ、マイナスの効果も持ったというふうに言わざるを得ない面があろうかと思います。まあ、しかし全体として見れば、まあ、第一次世界大戦後の、まあ、本日のテーマである戦間期の国際秩序ということにつながりますが、まあ、これは日本だけの問題ではなくて、まあ、ウィルソンの14カ条を含めて、まあ、この時にパリ講和会議で出されたさまざまな秩序構想全体に、まあ、通じる問題であっただろうと思います。まあ、14カ条が、まあ、いわゆるリベラルな自由主義的な国際秩序を、まあ、構想したものであったことは間違いがありませんが、まあ、そもそも現実とはさまざまなレベルで、乖離があり、まあ、集団安全保障の問題、ドイツ賠償問題、あるいは民族自決の取り扱いといったようなことで、まあ、多くの幻想をすでにパリ講和会議中、あるいは直後からもたらしていました。まあ、それは、まあ、一面では過剰に急進的すぎるものでありましたし、他面では不徹底なものでありました。日本の人種差別撤廃提案というのも、まあ、同じようなものでありまして、まあ、アイデアとしては自由主義的な、まあ、理念というものを持っていたわけですが、まあ、現実との乖離が大きすぎたということであります。まあ、ただ日本がこの1919年に、まあ、いろいろな経緯はあるにせよ、これを提起したことが歴史的意義を持たないとまでは言い切れなくて、まあ、理性の構築と書きましたが、まあ、カントやヘーゲルが歴史哲学で述べたように、まあ、ある種の理念がねじ曲がった奇跡を経て、まあ、ある種の対立構想を経て、まあ、その理念を実現していくという面はあります。まあ、例えば21カ条からこのパリ講和会議で中国の三島問題などをきっかけに五四運動を中国で生んだわけですけれども、まあ、それが最終的には日中戦争につながるような日中対立につながっていきますが、まあ、結果的にそれが今度は中国が連合国の一翼として国際連合憲章に、まあ、後でお話があるかもしれないですが、コイキンなどが代表として出てサンフランシスコで国際連合憲章を決めるときに人種差別に反対するこの憲章1条3項の提案をしていくということに間接的につながっています。もう一つは大アジア主義というものは、まあ、日本の中では政府外交の主流は否定的でありましたが、まあ、結果的にはこの主張が植民地体制の動揺とつながっていく、そして、まあ、日本が米と対立する形でアジア太平洋で拡築をしていく一つの、まあ、知的背景にはなっていくわけであります。まあ、そして日本は米が主導していた第一次大戦後秩序に反する形で戦争を行うわけですけれども、まあ、結果的にその帰結として植民地体制が変貌し、まあ、より自由主義的な秩序に第二次大戦後なっていくというそういうことにつながっていくという意味での意義というのはあったのではないかと思います。すみません、少し時間をオーバーしてしまいましたが、私からのお話は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。中西先生、どうもありがとうございました。では引き続きまして、パネルディスカッションに移りますので、会場の設定を短時間でさせていただき、その後、パネリストの先生方にご登壇いただきます。先生方を、簡単に紹介させていただきます。中西先生は先ほどご紹介しました。スクリーンの方から向かってまず細谷先生から司会もしていただきます。慶応義塾大学教授、日本国際問題研究所上席客員研究員、詳細はパンフレットでご紹介していますので、ご専門は国際政治史とイギリス外交史、主な著作で戦後国際秩序とイギリス外交、
戦後史の解放1、歴史認識とは何か、日露戦争からアジア太平洋戦争まで、戦後史の解放2、自主独立とは何か、戦後編、戦後国際関係史、二極化世界から、混沌の時代へです。それから、続きまして戸部良一先生、防衛大学、防衛大学校名誉教授、国際日本文化研究センター名誉教授、ご専門は日本近現代史、主要著書が失敗の本質、逆説の軍隊、日本陸軍と中国、外務省革新派、次回の病理、昭和の指導者などです。続きまして庄司純一郎先生、防衛研究所研究幹事、ご専門は日本近代軍事外交史、歴史認識、主な著書に、大正期日本のアメリカ認識、検証太平洋戦争とその戦略、アジア主義思想と現代です。川島新先生、東京大学大学院総合文化研究所教授、ご専門は中国台湾の、政治外交史、国際関係史です。主なご著書に、近代国家への模索、1894年から1925年、チャイナリスク、21世紀の中華、習近平中国と東アジア、中国のフロンティア、揺れ動く教会から考える、以上でございます。で、マイクの方を、司会をされる、細谷先生の方に、託したいと思います。細谷先生、それではよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。これからは、私が司会をさせていただきまして、パネルディスカッションという形で、進行をさせていただきたいと思っております。改めて今日は連休の初日ということですが、多くの方にお集まりいただきまして誠にありがとうございました。専門家の先生方、あるいは大学院で研究されている方、いろいろな方今日お越しいただいてますけれども、日本国際問題研究所では領土歴史センターということで、さまざまな歴史の問題について光を当てて検討しております。ちょうど今年パリ講和会議100周年ということで、その中で日本が掲げた人種差別撤廃条項、先ほども所長からございましたけれども、安倍総理のちょうどつい先日10月4日の国会での施政方針演説の中でも、これについて安倍総理触れておられます。安倍総理、新しい時代に向けた理想、未来を見据えた新しい原則として、日本は人種平等を掲げましたということで、日本がこのような原則を掲げたということ、必ずしも広く知られているわけではございません。先ほどございました通り、英語の本で島津直子さん、ロンドン大学のバークベック校の教授から今シンガポールの国立大学の教授やってらっしゃいますけれども、この方がオックスフォードの博士論文で書かれたのがもう20年、30年前でしょうか。それを本にしたものが、おそらく英語でのほぼ唯一の研究ということになると思いますし、日本でも安倍総理、施政方針演説で触れていらっしゃいますけれども、一部の日本史にお詳しい方々を除いて、なかなか日頃触れられる機会が非常に少ないと思っております。一方で20世紀の歴史を振り返ってみますと、人種差別、であるとか、レイシズムであるとか、こういったものが、当たり前だった時代から徐々にそういったものを乗り越えて人種平等の理念が広がった歴史でもありました。そしてこの人種平等というものが、原則として掲げられ、そして日本の政策としてパリ講和会議の中でそれを人種差別撤廃条項として入れようと試み、また挫折し、そしてそれが先ほど中西先生から理性の構築というお言葉、ヘーゲルの言葉がありましたけれども、様々な紆余曲折を得て世界における、あるいは国際連合の国連憲章の重要な理念としてこれが浸透し広がっていったわけでございます。この過程というのは必ずしも一直線に広がったわけではなくて、様々な紆余曲折があったということは先ほどの中西先生の記書講演でもあった通りかと思いますが、今日はこの問題に関して考えられる限り最高の
専門家の方々にお越しいただきまして、それぞれ異なる角度から論じていただくことになります。まあ、すでにパネリストの先生方のご紹介ございましたので、まあ戸部良一先生、庄司先生、そして川島先生の順番でこれから20分ずつお話をいただきまして、それから休憩を挟んでディスカッションをしていきたいと思います。それではまず戸部先生からご報告の方よろしくお願いします。戸部でございます。ちょっと私は細かい話を申し上げるかもしれません。私がこれからお話しいたしますのは、人種差別撤廃案というアイデアを出したのは誰なのか、そしてこのアイデアは何を目的としてしたのかと、していたのかと、これを、日本の外務省という、組織に即して、お話をしてまいりたいと思います。周囲といったらいいんでしょうか、この問題を取り巻く国内の政治状況はすでに中西先生がお話しなさいましたので、それと合わせて聞いていただければありがたいと思います。外務省が講和準備委員会というものを発足させましたのは1915年の10月でありまして、第一次世界大戦が始まってから1年ほど経過しておりました。で、準備委員会は翌年1916年の末に報告書を取りまとめております。当然ながらまだウィルソンの14か条の提案はなされておりませんので、そこでは人種差別撤廃案などについての議論はなされておりません。で、先ほどのおさらいになりますけれども、1918年の1月にウィルソンの14か条が発表され、おそらくそれについての検討が外務省内で始まったはずでありますけれども、それについての内容はよくわかりません。で、本格的な検討が始まったと推測されますのは、同じ年の10月、ドイツが14か条を基礎として休戦を受諾した後であるように思われます。で、その直前に、9月末に寺内内閣に代わって、原内閣が成立いたしまして、それから1ヶ月半後あたりに内田外務大臣が外交調査会で14か条に対する政府意見なるものを提示いたします。で、これ5項目あるんですが、その一部の国際連盟に関する部分が皆さんのお手元にある資料1にあたります。で、これを提示したのが実は11月13日なんですが、11月13日には外務省で第二次講和準備委員会というものが発足いたします。ということは、この政府意見は外務省内の講和準備委員会で作成されたものではないということになると思います。資料1をご覧になればお分かりの通り、これはよく引用される文書なんですけれども、お分かりになる通り、人種差別撤廃問題は国際連盟参加との関連で提起されています。で、国際連盟への問題は、ウィルソンの14か条の中で最も理解が難しかったとされています。一体14か条の中のこの国際連盟に関する検討研究というものが、いつどこで始まったのか、で、それがどのようにして資料1のような形にまとめられたのか、これは残念ながら、まだよくわからないというのが実情であります。外務省なのか、内田外務大臣なのか、原総理なのか、それともそれ以外なのか、もしかするとずっと講和問題を扱ってきたのは外務次官の重原喜重郎なので、重原喜重郎あたりなのかもしれませんが、よくわからないというのが実情であります。さて、講和会議がパリで開催される運びとなりまして、内田外務大臣は12月に基本方針を訓令いたします。それが資料2であります。そこでは講和条件が3つのグループに区分されています。日本が単独で利害関係を有する問題、それから利害関係のない問題、
で、3番目が、第3が、各国と利害関係を共有する条件についてはということになっています。で、その中には、次のような文言があります。先に、米国大統領の発案にかかるものについては、別紙第3号によると。で、この別紙第3号が、先ほどご紹介した、資料1を一部とする、14か条に対する政府意見ということになります。内田外務大臣が外交調査会に提起したものがほぼそのまま政府の訓令の中に一部、訓令の一部として組み入れられたということになります。で、この資料1をもう一度ご覧いただくとお分かりになりますように、政府は国際連盟の成立を将来の宿題として当面見合わせたいと。ただ、もしかするとすぐ成立するかもしれないので、その成立するような場合は当然日本としては参加せざるを得ない。で、その場合、人種的な偏見から生じる不利を除去するための適当な、保障措置を講じる。こういうことが方針でありました。で、これ、虚心坦懐にといいますか、あまり先入観を持たずに考えますと、それだけのことだったならば、講和会議が始まった後に、日本は五大国会議のメンバーになります。イギリス、アメリカ、フランス、イタリア、主要列国と対等の地位を、形式的でありますけれども、保障されたので、それで十分だったと言えないことはありません。実際に、日本が人種差別撤廃案を訴えたときに、すでに講和会議で日本は大国として対等に扱われているんだ。それで十分ではないかという声が上がりました。日本の全権団の事実上のトップでありましたのは、次席全権の牧野信明でありました。牧野は、これも先ほど、中西先生のお話の中にありましたように、人種差別撤廃を国際連盟規約の中に盛り込むために、ウィルソン大統領のブレーンでありましたハウス大佐に説得を試みます。で、牧野はその説得の論理を回想録の中で資料3のように語っております。長いので読み上げません。お読みいただければありがたいと思います。牧野回想録は戦後に出版されたものですが、この部分は戦前のものをそのまま転載したと言ったらいいんでしょうか、後で付け加えたものであります。で、それを読みますと、高邁な理念と、それから非常に面白いのは今日の集団安全保障的な論理を用いた説得でありました。人種差別をされている国がその軍事的な義務を他の締約国のために負うなんてことは考えられませんよという論理でありました。で、外交記録上では牧野はハウスにこれを言ったという裏付けは取れません。ただし国際連盟委員会であるとか、それから講和予備会議の総会の場で牧野はもうちょっと曖昧な形でありますけれども、この集団安全保障に近い論理で、人種差別撤廃のことを説得しようとしています。ハウス大佐は人種差別撤廃を連盟規約に盛り込みたいという牧野の言い分を認めまして、牧野が提示した案文、それは先ほど中西先生が、パワーポイントの中でご紹介になりました案文から、移民問題に関わるようなニュアンスを取るように助言しました。で、それを踏まえて国際連盟委員会に日本が提示した案文が資料4であります。ハウスに提示したのはちょっと文言が変わっております。で、移民問題のニュアンスが私が読む限りまだ残っていると言ってよろしかろうと思います。随員でありました吉田茂の回想によりますと、牧野は外務大臣時代に、これも中西先生がご紹介になりましたカリフォルニア州の排日移民問題で非常に苦労した経験があったので、
まあ、それが根っこにあってこうした案文につながったのだろうと、こう吉田は回想しています。また先ほど お話にありましたように、国内からも海外からも、そして特に移民団体から人種差別撤廃の陳情がなされておりましたので、まあ、これも影響したのかもしれません。でも これもよく普通に考えますと、先入観を持たずに考えますと、資料1の政府方針から連盟規約のこの案文がストレートに出てくるでしょうか。もしかすると先ほど何度も中西先生のお話を出しますけれども、外交調査会での議論というものがどっかに、関わっていたのかもしれません。誰がこの案文を起案したのかもよく分かりません。本省からの訓令にあるようではないようであります。とすれば牧野か、あるいは彼の周辺の人物がこれを作ったということになるでありましょう。で、この報告を受けて政府がこの案文に反対したという形跡も全く見られませんので、おそらくこれは当時の日本政府の中での暗黙の了解であったと、こう考えるべきではないかと思います。それから牧野や日本の全権団はこの人種差別撤廃案を実現するために、例えば小国の支持を得ようというような工作はほとんど行いません。マスメディア工作も行いません。あまり積極的には行わないった方が正確かもしれません。もっぱら大国の了解を得ることに努力が集中されます。まあ、後で川島さんから中国の方の対応がお話されると思いますが、まあ、中国あるいはその他の小国への工作はむしろ避けたと、かえって問題がややこしくなるので避けたということが伺われるのではないかと思います。すでにご承知のように、結局連盟規約の中に、連盟規約の条項の中に人種差別撤廃を盛り込もうとする日本の試みは失敗いたしました。その後日本は国際連盟規約の全文プレアンブルに資料5の、まあ、人種差別の趣旨といったらいいんでしょうか、人種差別撤廃の趣旨を入れようといたしますが、これも、中西先生のご説明にありましたようにうまくいきませんでした。さてこれどうしようかと、ということになって全権団の中で激しい議論が交わされたんだという回想があります。それを語っているのが資料6の木村栄一の回想であります。これ私孫引きなんですが面白かったので引いてみました。木村栄一も実は、先ほどちょっと申し上げました外務省内の講和準備委員会のメンバーの一人でありましたし、全権団の中では事務次長を務めておりました。ちょっとあの一度読んだだけではなかなか分かりにくいんですが、おそらくこういうことだったんだろうと思います。全文に入れようとしたのがウィルソンの裁定によって失敗したので、このあと連合国の総会、まあ正確に言うと講和予備会議総会というんだそうでありますが、この予備会議の総会が開かれたときにもう一度規約全文に入れるということをやってみようと、でそれもうまくいかなかったらこの際連盟参加を見合わせるべきではないかという意見が出たというんであります。でこれに対して、まあ、若手といったんでしょうか、少数の外交官随員の中から反対論が出たと。全文に入れる案の文言がすでに曖昧で妥協してしまってるんだから、それを蒸し返してそしてもう一度否決されるなどというような姑息なことはもうやめようと、ここは進んで連盟に参加して将来また改めて連盟の中で問題を提起しようじゃないかと、でそういう反対が出まして、それを受けて主席全権の西園寺金持と自責全権の牧野は
この予備会議の総会でのですね、提案を断念したというのであります。残念ながらこのエピソードには裏付けがありませんので、どこまでが事実か分かりません。ただその後の状況を見ますと、すべてではありませんが、ある程度まで、この回想と、合致する部分が出てまいります。例えば、結局総会において牧野は、人種差別撤廃案が実現しなかったことを遺憾とする演説を行いますが、そこではその妥協的で曖昧だったとされました前文の文言、資料5の表現はもう使われておりません。連盟規約の条項の中に付け加えようとした資料4の文言がもう一度表明されているのであります。政府の訓令を見ましても、全文に入れようという案はちょっと曖昧だと、そういうニュアンスの、指示がございます。なお人種差別撤廃案がうまくいかなくなった時の、首相原系の判断は資料7であります。これはよく使われている聞かれている、言葉でありますので、ご承知の方もいらっしゃると思いますが、これまでより悪くなるわけではないから、連盟から外れるほどの問題でもないだろうと、こういう原の判断でありまして、よく知られている通りであります。ではその後この問題はどうなったんでありましょうか。日付がない資料なのでちょっと曖昧なんでありますけれども、おそらくは講和会議の直後、あるいはその最中だったかもしれませんが、そのあたりに書かれたと思われるのが資料8であります。これはその国際連盟にはやはり入るべきだと、べきだという判断をその説明した手書きの資料でありました。その中には、人種差別待遇問題は今日すでに危険な傾向を帯びているように見受けられるけれども、日本が連盟に加わらなければこの傾向は一層険悪になることが予想されると、こういうことが書かれてあります。ここでも移民問題との関連が非常に強く出ているわけであります。この人種差別撤廃案の挫折といったらいいんでしょうか、実現しなかったことについては次のようなことがよく言われます。当初は主義原則の問題だったけれども、その後移民問題という実益が絡むような問題に変わってゆき、最後はせっかく提案したもんだからもう取り下げられない、周辺諸国、特に中国から、軽く見られる恐れもあると、そうした対面の問題に変質していったんだというような解釈があるんですが、私は今回改めて資料をちょっと読み直したところ、実際には移民問題の解決に役立てようという狙いは当初からあったと、途中から自責の問題として入ってきたわけではないということだろうと思いますし、と同時に主義原則という狙い目的も移民問題についでではありますけれども、それを上回るというほどではありませんけれども、これも一貫して追及されていたということが言えるのではないかと思います。最後の段階で対面が絡んだというようなことは少なくとも資料的には出てこないだろうというふうに思います。でところで木村栄一の回想にありますように、講和会議では人種差別撤廃の実現を断念したけれども、国際連盟に参加した後将来もう一度これを試みると、もう一度この問題を提起するということが関係者、外務省の少なくとも少々外交官の間で考えられていたと。牧野も何度も申し上げますように予備会議総会でその演説で将来改めてこの問題を提起するという意向を表明いたしました。で事実第1回国際連盟総会を控えて
外務省はその準備を始めますが、そこでは、人種差別撤廃問題を提起するという計画が作られていたようであります。でも最終的にはその問題提起を見送ってしまいます。何が理由だったのかよく分かりません。で、私は不勉強なんですが、その後も国際連盟でこれを日本代表団が提起したかどうか、これもよく分かりません。もっと検証してみなければいけないだろうなということであります。昭和天皇は有名な天皇独白録の中で、大東亜戦争の原因はパリ講和会議で人種差別撤廃案が挫折したことに伏在していると述べています。ただこの講和会議に参加した外交官たちが回想録などでこの問題に触れているのは意外に少ないんであります。講和会議の反省から外務省の中では少数外交官の間でその改革を唱える外務省革新同志会というものが結成されます。しかしその改革は、組織の改革の方向に向かいまして、人種差別撤廃案を今後どうするかというような問題はどうも取り上げられずに終わってしまったようであります。中途半端な形でありますけれども、私の話はこの辺で終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。はい、戸部先生ありがとうございました。この問題をめぐって日本の行動というものを過剰に賛美することもなく、また過剰にその欺瞞を批判することもなく、淡々と資料に基づいて堅実に客観的に冷静に論じるという歴史家としての優れた視点を提供していただきました。それでは続きまして、庄司純一郎先生から、今度は近衛文麿、このパリ講和会議に参加した近衛文麿の視点を通じてお話をいただければと思います。どうぞよろしくお願いします。ただいまご紹介いただきました庄司ですけれども、今日は一人の人物、近衛文麿に焦点を当てて人種差別撤廃問題についてちょっと私なりの意見を述べさせていただきたいと思います。皆さんもご案内に、近衛文麿は戦前3度総理大臣を重要な時期に務めた人間ですけれども、ここ京都との関連で申し上げますと、北のお室というところに陽明文庫がございますが、あそこは近衛家の別宅であると同時に、今現在は平安時代以来の近衛家の文書を保管する場所で、今でも資料を公開しておると、非常に京都にもゆかりの深い人物でございます。で、今日いくつか引用いたしますけれども、この文献の転居につきましては参考文献の一番目に挙げましたが、こちら今申しましたけれども、中高文庫で4年前に出ました最後の御前会議戦後欧米見聞録というものがございますので、今でも入手可能ですから、ご関心のある方はそちらを読んでいただければと思います。本文の中では A 書集と書いてありますが、こちらに全部収められているということであります。で、初めにというところから入っていきたいと思いますけれども、一次大戦が終わりまして、日本がベルサイユ講和に臨むという、先ほどその時代背景につきましては中西先生の方からお話ございましたけれども、まさにその時期に近衛文麿は英米本位の平和主義を廃すという極めて有名な論文を書いております。で、一般的にやはりその後の日本の歴史、そしてその時に近衛が務めた日中戦争、そして三国同盟というような時期から解釈して、この現状打破、この論文の現状打破の側面というものが戦後強調される面というのがございました。もちろんそういう面もあるわけですけれども、この論文非常に多面的な面があるではないかというふうに私は常々考えておるわけです。で、例えばこれをその人種平等の問題に引きつけてみますと、次のような一節ございます。ゆえに来るべき講和会議において、国際平和連盟に加入するにあたり、少なくとも日本として主張せざるべからざる先決問題は、経済的帝国主義の排斥と欧白人の無差別的待遇これなりと、この2つを挙げているわけですね。じゃあ、この絵がなぜこの2番目の
無差別待遇ということを挙げたかということを当時のこの絵の書かれたもの等々から分析していきますと3つの要因があるのではなかろうかと考えております。で特に一番大きかったと思われるのがやはり普遍的な側面であります。でこの絵は、まあ、申すまでもなく大学時代川上はじめといったあの人道主義的社会主義の影響というものを非常に鮮烈に受けていたわけでして、こういう側面は彼氏頃から持っていたわけですけれども、この人道の面からあの人種差別という問題を見ていたということです。例えば人道上有識問題であると、でこれは正義の心としても無視する目視すべからざるところだと言ったりですね、けらし民主主義といい人道主義といい、その基づくところは実に人間の平等感にありと、これを国際的に見れば各国民の平等、国民平等生存権の主張となるというふうに書いてあるわけです。で私ここで普遍的と申し上げたのはですね、その日本を弁護するためにこれを主張しているということではないということです。この主に英米本位の平和主義を排斥の矛先というのは英国を中心とする既存のヨーロッパの大国の横暴、それとそれに倣ってきた日本の大陸政策というものに対しても侵略主義、軍国主義として批判を向けているわけですね。でそうした古い体質をこの国際連盟というものを作ることによって変えていくと、でそこにこの国際連盟が作られるのはいいけれども、それが英国の利己主義の道具になりかねないと、だからそれならないためにアメリカと、新興国であるアメリカ、特にウィルソン大統領というものに強く期待をしているということがこの論文からも如実に表れてくるわけです。まあ、これは単なる文字面じゃないかと言われますけれども、この英米本位の平和主義を排出が米英本位の平和主義を排出ではないわけですね。でまた英仏本位の平和主義でもないというところにやはり彼なりのその意味合いというものは込められていたのではないかというふうに思われるわけです。でもちろんそういう可能性というのはあったわけですね。普遍的な価値観を今後広めていくという価値観、可能性もあったわけですけれども、他方時代的なものにもよる限界というものもございました。これは何かと言いますと、このウィルソン大統領はこの演説、あの14か条の中で民族運動や世界の弱小民族を解放するということを言っているわけですね。でこの絵もそれはそういった民族を感化しているというふうに評価しているわけですね。そういう運動を感化しているんだと。しかし彼はその後に続けて言うわけですね。しかれどもこれら独立運動はアイルランド人の運動を除くほかほとんど優に足らざるなりと、朝鮮人は昨年3月の暴動を機会に上海なる仮政府と愛好して皮膚なる自由の金のもとに独立の期限を上げたりしが、その後は用として音沙汰なしと言っているわけですね。要は日本が支配している植民地、支配している朝鮮というものの独立運動とは取るに足らないんであるというコメントをしているわけです。ですからこれは相手から見ても当然そういうふうに映るわけでして、中国の陳独秀はこれこの絵の論文ではなく日本の人種差別撤廃に対する批判ですけれども、もし我々黄色人が黄色人の中国での特殊地位や朝鮮での従属関係を打ち破ることができなければ平等の待遇を要求できようかと、いや要は日本の資料、日本の支配というものを打倒しなければそれは空理空論ではないかということを言っているわけです。ですからもちろんこの絵の中にこう普遍的な要素もありましたけれども限界も存在していたということであります。それと2番目の要素ですけども、これは予想外にそれほど大きな要因ではないんですけれども移民という経済的な側面であります。でこれはあの中西先生もあのご論文の中で指摘されておりますけれども、当時日本、この1919年にとってですね、日本にとって人口の問題というものはさほどクリティカルな問題ではなかったわけですね。ですからこの経済的側面というのも必ずしも強くはなかったということであります。それと3つ目ですけれども、これは先ほど戸部先生のご発表の中にもありましたけれども、やはり国家としての対面の問題という側面がございました。で特にこの絵の場合、これは橋川文蔵さんが日本という黄色人帝国の最高の貴族としての誇りがある、やはりそういう白人に差別されているということに対する憤りというものは他の日本人以上に彼は感じていたということも、はい、その一つにはあったのではなかろうかと。でついでながら彼は末路は日本で唯一の自殺した総理大臣であります。じゃあなぜ自殺したかという場合にいくつかの要因がございますけれども、やはりその中の一つとしてこの私はこの側面がある。要は何かと言いますと GHQ アメリカ白人によって逮捕拘束され裁かれるという屈辱に耐えられなかったと
というふうに彼は書いておるわけですけれども、やはりこういう民族的な側面というものも無視できない。ただ一番大きかったのは重ね重ねになりますけれども、普遍的側面であったということであります。で、意外なのは後にこの映画非常に強く主張いたしますアジア主義の側面、アジア主義というものをどう定義するのかという問題がございますけれども、まあ、欧米に対抗してアジア人、日本人、中国人が一体となるというふうに、定義しますと、そういう主張はこの時期にはほとんど見られないというところが特徴的かと思います。で、次に外国における異なった反響ということで、まず上海の英字新聞ミラードレービーの批判ですけれども、彼はそのイギリスの批判するという反面、ドイツというものに一定の理解を示したわけですね。それに対してこれまさにこう連合国により創出された平和に対する懐疑的な姿勢は問題があるというふうに批判を受けたわけです。またアメリカの、当時著名な法律家であるガイ・モリソン・ウォーカーはこの絵の論文を読んで驚き入ってですね、これ日本の二面性を表しているというわけです。二面性というのは何かと言いますと、一つ結局一方において人種差別の撤廃を訴えながら植民地支配は肯定していると、植民地を持っていると、これが日本の二面性なんだというふうにウォーカーは批判をしている。いずれにしてもこの辺の論文に対して極めてこう厳しい姿勢を取ったわけですね。で、一方この論文を書いてベルサイユ講和に向かう途中にありまし再開しました孫文との会見があるわけですけども、孫文はその会見でどう対応したかと、これはこの絵の回想ですけれども、孫氏一度説いて東西民族覚醒のことに及ぶは法上がり法肩上がり法熱し信仰に及んで断なお作るを知らず点々と、東西民族覚醒といかにもこう人種平等、まさにアジア主義的な要素も語ったということが印象を受けるわけですけれども、他の資料を見てみますと、この時に2人で語り合ったのはですね、やっぱりイギリスへの厳しい姿勢なんですね。反英的なことで共鳴したということであります。で、すなわちイギリスというのは帝国主義だ、で一方アメリカというのは自由平等の国だ、だから期待できるんだというところで2人は共鳴したと。で、これ面白いんですけれども、でその時に孫文が、今後戦後社会は一次大戦後の社会は英米の間隙に乗じて我々はアメリカとともに新しい世界を作るべきだと孫文は言ったと。しかしこの絵は後に書いてますけれども、その孫文の予言が外れてしまった。なぜならワシントン体制というのはアメリカとイギリスが合体したわけですね。間隙を乗ずるどころではなかったということを指摘しているわけですけれども、いずれにしてもそのアメリカというものへの期待の中に人種平等というものも含まれていたわけで、そういった ところで孫文と共鳴したのではなかろうかと思います。ですから後に松本三之助という政治思想家がですね、この近衛の論文について民族膨張の方向があると同時に反帝国主義的方向もあったんだ。で、それゆえに孫文が近衛に関心を示した原因の一つには、近衛のこの一文が単なる日本膨張論として捨て去り得ない複数的可能性を秘めている点に興味を引かれたからではないだろうかと言っているわけですけれども、これ私述べたようにその普遍的な面、それに可能性と限界両方あったということを意味しているのではなかろうかとも思われます。次、ベルサイユ講和会議と戦後方便見聞録ということですけれども、本シンポジオのパンフレットこちらございますが、この真ん中に西園寺金持ちの左斜め上にこう写っているのは近衛フィンマロでございますが、近衛はベルサイユ講和会議にも参加をしております。で、今日も中西先生の方からご発表ありましたけれども、人種差別撤廃は否決されるわけですが、それに対してどう思っているかといいますと、これは近衛からの引用ですけれども、人種平等案を排斥したと。で、それは力の支配という原則の最も露骨なる表現だというふうに指摘しているわけですね。ただそこで止まっていないわけです。で、少なくともユリソン大統領が主張した民族自決主義等々というもの、また幾多の弱小民族に新たなる希望と光明をもたらしたんだと、やはりそれは肯定的に見るべきだと。で、さらに要するにパリ講和会議の成績を見て理想主義の破滅を宣告するは早計なり、五人は今日の時代が国際政治の発達においてもまたまさに過渡期にあるを忘れるべからず、過渡期だということを言っているわけですね。ですからこの人種平等案が否決された、それで諦めるんではなくて、それはあくまで過渡期であって、次の新たなステップでこの問題とはまた
発展するんだということを言っているわけです。ですからこの時期、先ほどは日本に対する批判ということを申し上げましたけれども、日露戦争以降の日本の侵略主義、軍国主義というものはが世界的孤立を招いたんだと。で、特に彼なりの表現を使いますと、シナ・シベリアに対するいわゆるぶん殴りひったくりの方針に対して眉を潜められた点々ということを言っているわけで、この時期人種平等を唱えると同時に、日本がそれまで行っていたそれと反するような行為に対しては批判の矛先を彼自身向けていたということであります。もう一点、この時期のこの絵として非常に注目されるのはですね、人種問題に対しての記述が多いということであります。で、ここの引用いたしましたけれども、まあ、かかる排日の原因は種々あるべく、人種偏見のごときもその位置並むと。で、アメリカにおける黒人の待遇は非常に大きい。で、特に彼はそのベルサイユ講和の後、世界漫遊をするわけですけれども、パリからロンドンに行き、で、ロンドンからニューヨークに行くと、徐々に人種偏見が強まっていくということを実感したということを、特に黒人に対する差別というものを個別具体的にこの中で記述しておりますけれども、こういうことを書いているわけですね。ただ、ここで面白いのはですね、排日の原因はと書いてありますね。これ何かと言いますと、これは三島問題に対してアメリカの国内論が日本に対して厳しかった。で、その原因としてこの絵をいくつか挙げているわけですけれども、この人種偏見とともに彼が挙げたのは中国のプロパガンダなわけですね。ですからやはり先ほど申し上げているように、中国や韓国に対する理解、朝鮮半島に対する理解とこの人種的な偏見という問題というのはやはり矛盾する形で出ていたということではなかろうかと思います。まあ、ちょっとこれエピソード的になりますけれども、やっぱこの絵というのはですね、やっぱただものではないんですね。このアメリカで排日運動が盛んだとたときに、いくつか原因を挙げております。で、その中の一つにですね、日本の留学生の問題を挙げているんですね。1919年です。結局アメリカという社会は知的階級が動かしていると。で、知的階級を動くに影響を及ぼすには留学生というものが重要なんだと、そう考えてみた場合、当時の日本の留学生は誠に物足りないということを書いてあるわけですね。で、翻って今我々考えてみますと、今日本のアメリカにおける留学生の数というのは確か第8位か第9位です。質量ともに非常に貧弱な状況です。で、そう考えるとこの世のその指摘というものも非常に大きい達見ではないかというふうに考えざるを得ないわけです。で、次に4番目、大東亜戦争への助局ということですけれども、まあ、この後時代は、まあ、1920年代のいわゆる国際協調の時代から世界恐慌、そしてブロック経済になっていくわけですね。で、この絵の思い描いていた世界とは別の方向に行くわけですけれども、そうした中で彼の論調も変わっていきます。先ほど見られた普遍的な面というのは消えまして、日本の立場というものを主張していく。で、持たざる国の日本が大陸に出ていくことは正当なんだということを堂々と主張し始めるわけですね。で、ここに引用を書きましたけれども、要は人口増加により苦しいと、だからその解決のために我々は待てない、やむを得ず大陸に出ていってるんだということを言っているわけです。で、そのために二大原則というものを彼は唱えています。それが経済交通の自由と移民の自由ということであります。で、これ非常に興味深いんですね。先ほど英米本位の平和主義の排除のところで彼が挙げた2つの原則は、経済的帝国主義の排斥と黄白人の無差別的待遇だったんですね。で、経済的帝国主義はこの経済構造の自由と一致します。ただこの差別待遇というのはここでは移民の自由に変わっているわけですね。ですからもうこの絵の重点が変わっているということはここで分かると思います。移民の自由ということはあくまで日本の経済という側面、いわゆる人口問題解決という観点から求めるんだと。ですから普遍的な側面というものがこの時期になりますともう消えているということが言えるかと思います。そしてさらにその延長として、まあ、彼は1937年に第近衛内閣を作るわけですけども、その時の基本方針として、国際政治に基づく真の平和、単純なる現状にあらざる真の平和ということを内閣の方針とするわけですけれども、で、じゃあこれは具体的に何かと言いますと、まあ、世界の現状というのは領土の分配というものが非常に不公平だと。それを公平にしなきゃいけない、まあ、具体的に言いますと植民地を再分配しなければいけないんだと。ただそれは空想に過ぎない、だから空想であるから事前の策、それに次ぐ事前の策として
資源の獲得の自由であったり、貿易の自由、いわゆる日本が作った商品の販路の自由、そして労働力の移動の自由、まあ、移民の自由ですね、等々を実現しなきゃならないという、まあ、これ先ほど の二大原則の延長線上のことがこの内閣の方針として決められていたわけです。で、まあ、こういった方針に対して、まあ、時 の評論家でありました清澤正という人間はですね、まあ、この絵の議論も分かるけども、ただ自ら生きんがために他の民族に犠牲を強いる権利があるのかということを問いただして批判をしているわけですね。要はその日本は英米といったような持てる国に対して持たざる国とすると、しかし日本よりも持たざる国はあるんだと、その持たざる国に対して日本が支配したりそこから何かを得るということに対しての問題意識は全くないということを清澤は言っているわけですけれども、まさにある面彼の問題点というものをついたところかと思います。そしてその後一月も経たずに日中戦争が起きるわけですけれども、そうしますとこの時期から敵面にアジア主義的な主張が強まっていくわけですね。でなぜじゃあアジア主義の主張が強まっていったかといいますと、結局日中間の対立が日中戦争の拡大によって欧米との拡大にもいってしまう。そうするとそこの中で要は白色人種と黄色人種との対立という図式がまたここで出てくるわけですね。そのことによって日中戦争というものをどうにか解決していこうということで、そのバックボーンに使われたのがアジア主義であったわけです。ですからこの30年後半に出てくるアジア主義というのは持たざる国としての日本の立場という脈絡の中で日中戦争が起き、その脈絡の中で出てきたアジア主義であったという面が否定できないではなかろうかと思います。まあ、その集大成が1938年の11月の東亜新秩序声明でもあったわけです。ですからそういった中には日本に対する抑制的な側面というものはかつて見られた側面というのはほとんどなかったと言っても過言ではないのかと思います。で終わりにというところですけれども、まあ、今日基調講演なさった中西先生がこの近衛 の主張というものを分析された結論のところで、近衛が主張する人種平等論は文明的な観点からウイルスの普遍主義を深めようとする企図であると同時に日本に都合の良い特殊性に基づいた議論でもあった。その主張に正当性はあるにしても本当に普遍的な国際秩序の基盤とはなり得ないものであったということかと思います。まあ、これは特にその20年代まではまあこの辺の主張というのはある程度こう問題なく打倒していたわけですけれども、30年代以降の時代の変革の中で彼の主張が普遍性を失っていった、そして日本のみ日本本位しか考えない形になっていったというところが問題だというふうに指摘されているわけです。最近亡くなられた大沼康明さんはですね、どう指摘しているかといいますと、この1919年というベルサイユ講和会議という時代の客観的な制約条件、どういうことかといいますと、大沼先生が言うには、ベルサイユ講和会議の後日本が五大国になったとはいえ発言力を持っていたのは日本のみであったと。でまだまだ多くの国は人種偏見を有する白人の世界支配というのが残存していたんだという客観的な制約条件、それと日本自身が普遍的な価値観を徹底的に追求することができずに最終的に日本の国益というものに還元してしまった、日本自身の意識いずれにおいても、要は国際社会で日本人の考え方においても問題があったと。でしたがって人種平等は実現の可能性の低い、その意味ではるかな理想であったというふうに言っているわけです。でこの英米本位の平和資料排出ですとか戦後米見聞録を見ますと、この絵という人間のウィルソンへの称賛というのは頻繁に出てきます。非常にこの絵がウィルソンというものに憧れ、そして共鳴していたということが分かるわけですけれども、ある面でこの2人というのは共通性というものもあろうかと思うんですね。2人とも主張した面は非常に理想的な側面がございます。ただウィルソンの主張も1919年のまだかつての体制が色濃かった中で、彼の理想というものは結局その時点では実現しえなかったわけですね。で心なし半ばに彼は亡くなっていくわけです。と同時に近衛がこの時期に主張した、理想というものも時代の変化、そして日本のまた軍事外交的な展開の中で理想が現実化しえなかったわけですね。ですから、まあ、言い方を変えますと、この両者ウィルソンにとっても近衛ヒンマルにとってもまだこの1919年という時点ではこの人種平等というのは
はるかな理想であったわけですね。ただそれが時代の流れとともにこの彼らが主張したのが実現していくということになったのではなかろうかというふうに考えております。まあ、以上で終わらせていただきます。はい、庄司先生ありがとうございました。近衛文麿の思想を手がかりとして、まあ、この人種平等をめぐる日本のさまざまな模索であるとか苦悩であるとか、まあ、そういったものについて非常に緻密な議論を展開していただきました。ただいまお話しいただいた、庄司先生とそして戸部先生は日本の視座からこの問題を論じていただきましたが、続いて、今度は川島先生から中国はこの問題をどう見ていたのか、どう向き合ったのか、まあ、これもまた非常に重要な難しい問題であると同時に、まあ、中国の資料をもとにこの分野で第一人者として研究していらっしゃる川島先生からお話をいただければと思います。それでは川島先生よろしくお願いします。ありがとうございます。今まで、日本の視座からいろいろお話があったんですけれども、中国がこの問題をどう見ているかということです。今日は中国だけじゃなくて台湾も少し触れられればというふうに思っているんですけれども、まずいくつか背景を申しますけれども、第一に中国にとってですね、まあ、移民の問題、人種の問題というのはかなり前からある問題で、一番初めの排中移民法ですね、アメリカの、それが1882年ですね。それ以降10年更新で92に1902と更新されていって、1902年の更新に際してはそこに非常に強い対中米思が入っているということでもって反米運動というのが起きると。でその時に、まあ、主にアメリカへの移民は広東人なんですが、広東の人がアメリカでさまざまな差別を受けることについて、上海のアメリカ総領事館前で小心自殺をする人がいるとか、東京の留学生が運動する、つまり広東以外の広東出身では話もない人々がこれに反対する、そこにこう中国人意識というのが出てきているんだという、そういう議論になるわけですね。普遍的な人種よりもナショナリズムで主に中国というものが形成されるという論点でこれまで議論されてきています。ですのでこの排日移民法に絡む、あるいは移民問題に絡んで日本が出していく人種平等の問題というのは、中国からするともともと体験している、あるいは中国はとっくにそうやられているわけでありまして、日本はこれまで特権を享受していて移民ができたに対して中国人労働者は早くもとっくに数十年前から廃されておりますので、少し違う観点でものを見ているわけです。それから第一次世界大戦につきましても、中国は一次大戦に対しては、中立をいたしました。でそれは、中国自身に参戦する能力がないということだけではなくて、中国に列強の軍隊がいましたので、参戦をしてしまうと、そもそも中国国内で、まあ、つまり両陣営の軍隊がいますから、ドイツ軍が青島にいてイギリス軍は伊海衛にいてという具合でございますので、どちらに加わるにしても中国軍は国内で戦争をしないといけない、またあるいは国内が戦場になってしまうわけですね。そういうことがありますので中立をしました。しかしながら日本が山東のドイツの基地を、占領といいますか青島を占領して、それからオーストリア軍もほぼその時に全滅しますので、中国国内の軍隊がほとんど、ドイツ側の軍隊がいなくなるということがあります。また加えて、初め参戦に反対した日本も賛成をしますし、17年からドイツ、失礼、アメリカもそれに随分強く中国をプッシュしますので、そうする中で参戦というものを中国も検討し始めて、参戦するのを決めるのが1917年です。ちなみに孫文はその時参戦には反対して、反対というか参戦はしないんですけれども、で参戦をしますが、中国自身が参戦の時の、出した条件がですね、ヨーロッパ等に兵は出しませんよということを要求をしたわけです。ですので、兵隊は送らないんですが、団旗税はこの参戦に合わせて日本からの支援を得て中国国内を再統一するということと同時に、軍を強化して、ロシアの影響下には入っていた外モンゴルですね、モンゴルを回復します。軍をウランバートルホームに派遣をし、さらにその流れでシベリア出兵にも参加をするということになります。そして、戦勝国になっていくわけですね。
で、まあ、ドイツ、オーストリアについては、天津に疎開を持っていますし、まあ、あと観光にもあるんですけども、でそういうところを参戦しますから、一応、回収をしているわけです。で、まあ、戦勝国として参戦はするわけですが、大きなポイントは何かというと、先ほど中西先生もお話があったように、1915年の1月18日に、まあ、日置が日本に突きつけた、出ましたね、第21か条なわけです。この21か条というものは、何が本当の狙いであるかということについていろいろ議論があるところですけれども、最終的には南満州の利権というものを最も重視していたはずで、そしてそこにこう三島利権が加わって、そこに第5条が入るということかと思います。で、中国側は第5条は徹底して交渉をしませんでした。初めから一切応じない。ですので、21のうちの5条の中の諸項目は一切交渉しませんので、中国側は満州はもう やむを得ないと、これはもう交渉最終的には折れるしかないと思ってましたので、満州と最後はギリギリチンタオで折れて、第5号を全部、まあ、除いて21を26らに増やして、5月9日に同意をしたわけですね。で、5月の末に、21か条の中の数条をさらに増やしたものが26になって、そこをもとにして条約が結ばれます。これが中国でいう民四条約というものであります。で、そのことはあるんですが、非常に強い反発が中国内部で起きましたので、1915年からですね、の前後から、中国内部で日本に非常に厳しい感情が起きているということをご理解ください。で、五四運動は1919年ですけれども、第一大戦、まあ、もちろん日本の方は大隈政権、寺内政権、その中国の中の対日感情が非常に悪化しているのは分かっているからこそ、断機髄に支援をして日中関係の改善を図ろうとしたのはよくわかるんですけれども、中国側はもう手のつけどころがないとまで言いませんけれども、断機髄政権は日本に頼りましたが、しかしトータルでは非常に日本に厳しい視線を向けるようになっているわけです。で、ここを理解しないと、その人種平等の話を持ってこられてもですね、あるいは人種差別撤廃を持ってこられても、中国側がはいそうですかと言って日本の方に応じるはずはないという問題で、つまり21か条要求の前後というのは日中関係の非常に大きな転換が起きているというふうにご理解いただいた方がいいと思います。これは日清戦争よりもさらに大きい転換が起きたと。例えば日本に留学した人々がもう早くも、まあ、なんて言いましょう、肩身の狭い思いをすると言いますか、外交部の中でも、いわゆるジャパンスクールの人たちが吊るし上げに遭うようなことがパリ講和会前にあったわけで、これはまあ例の陸長省総長の日本との密約問題というのはあるわけですが、いずれにしてもパリ講和会議前に外交部の中心が、日本、まあ、ジャパンスクールを除いた状況になってしまっているというのもその表れでございます。このような背景をまず理解いただいた上で話に入りたいと思います。で、このプレゼンはですね、ここに書いてあるように、まあ、いただいたお題は、当時の中国において、この、まあ、人種差別撤廃条項提案をどういうふうにこう捉えたのかと。またもう一つ、中国の歴史認識ではこの問題どうなっているのかと。で、3番目に、まあ、台湾の話を少し加えられればというふうに思っています。で、戦後研究の話もあるんですけれども、少し言いますが、残念ながらその中国とこの人種差別撤廃提案に関するあの戦後研究が多くありません。中国でもありますけれども、私も少し書きましたけれども、実は中国の外交文書にそれほど多く内容がないものですから、あまり研究が深まってないのは実情です。ただ言論はあります。ですから言論のレベルでは研究できるんですが、必ずしもまとまった研究はありません。ただ多くの中国語の研究というのは、およそアジア主義に引きつけて理解するというのが普通でございます。で、出来上がったコンテキストかと思います。ですので、日本がやがてアジア主義の方、つまりやがて最終的にアジア主義に日本を持ってくるところがあるので、後からこう振り返って、これは要するに日本のアジア主義の布石の一つであるというふうに理解するのが通常かと思います。中国におけるアジア主義理解は日本ほど段階を追わないで、結構初めからネガティブに見るのが通常でございます。日本の場合、相当初期的アジア主義、いろいろ段階を追いますし、それから先ほど話があったように、この絵はこの時期はそうでもないとかですね、人によってさまざまなことがあるわけですが、中国の場合、だいぶ、中国における中国史の場合には、そのようなある種のレッテル貼りをしますので、そういう理解になるかと思います。で、パリ講和会議における反応は、先ほどからお話がありましたけれども、パリ講和会議に一体誰が出るのかという問題の中で、5人いた全権代表のうちにも大胸もめて、
陸長省と小池委員になるという話は有名ですけれども、まあ、王制定とかはじかれるんですが、これは小池委員さんは、彼の回想録の中で、日本代表が、まあ、牧野ですけれども、人種差別の話を出したときに、自分の方を 見たんだと、牧野が自分を見たと、しかし、こちらの方は黙って反応しなかった、つまりうなずきもせず何もしなかったと、まあ、反対もしないということですね。でもちろん人種差別そのものの内容について反対をするわけにしようはないんですけれども、日本がそれを言うかって、そういう話なわけですね。ですから、まあ、1919年2月提案の時には態度を保留し、4月段階で少し内容が下がってからは賛成をします。先ほどの11対6でしたかというところで出てくるのが中華民国の賛成にもあるという話です。でこれは内容が変わったのと、まあ、原則として反対できないということがあって出てくるわけです。で11のうちの1が中華、まあ、日本は2票ありますから、11分の1が中華民国であったということです。でこの時中華民国として目指していたことは、当然ながら三島半島利権、それから21か条の問題解決、あるいは不平等条約の全面的な解決、その他のことを願ってパリの講和会議に出てます。でよく知られているように、最終的にサインはしません。ベルサイユ条約にサインはしませんけれども、サインをしないという方向で決めたのは1919年の4月の後半にサインをしない方向で決めています。つまり五四運動より前です。で五四運動によってサインしないのではなくて、五四運動の結果、北京政府は全権代表にベルサイユ条約にサインをしろと命じます、訓令します。しかしベルサイユにいる全権代表は拒否をします。全権の失礼、訓令拒否ですね。今やったら大変なことになりますけど、それをやったわけです。そして彼らはサインをしないんですが、問題は何かと言いますと、三島利権が日本に行ってしまうと、でこれは問題だということになるわけですね。で問題は問題で、何が問題かというと、ベルサイユ条約に署名をしないと国際連盟に入れないんですね。国際連盟に入るためにはベルサイユ条約第1条にこれ書いてあるので、そこで入る、サインしないと入れないんです。つまり調印拒否すると連盟に入れない。でここがです、面白い点で、日本の方では人種の問題をクリアしなければ連盟に入らないということを議論があったようですけれども、中国の方で連盟に入らないという発想はないんですね。で連盟に何としても入りたい。で中国の目線から見ると、1899年の第1回のハーグ平和会議があって、第2回が1907年、そのハーグの会議の連続の中に連盟が位置づけられていますので、どうしてもこの国際的な舞台に出て、中国が一つのネーション、アネーションとしてリーグオブネーションズに、現加盟国としてかつ戦勝国として加わること、これは国際的地位の向上にとても重要だというふうに考えられていたわけですし、ややそのウィルソン主義の影響もあってですね、国際連盟にちょっと夢を持っているところがあって、公理行動公の理屈の道、公理行動公の道、そういうあるべき姿が連盟で実現されるのではないかという期待が中国社会の中にありました。もちろん国際パリ講和会議に出向いた小池も含めた若手外交官たちは、そうした理想はすべて実現しないことにすぐ気づくわけですね。もともとウィルソンに非常に期待をして、ウィルソンが中華民国に非常に好意的で、ランシングとか含めて周りの人の、まあ、ブレーンも非常に好意的だったんで、中国のさまざまな要求はパリ講和会議で通るのではないかと非常に期待したわけですが、実際にはそんなことはかなわない。これはきっと連盟では無理だろうとは思いながらも、連盟の方に加わることを最優先していくわけです。ただベルサイユ条約の三島の案件に関してはノーだと。ですので結果的にサインはしない。でどうしたかというと、途中で、対オーストリアのサンジェルマン条約、オーストリアに対するサンジェルマン条約の第1条にも同じ条項、この条約にサインしている国は連盟のオリジナルメンバーになれるという条文が入りました。それで中国は喜んでサンジェルマンに署名をすれば連盟に入れると分かって、明確にパリのドイツに対するベルサイユにサインしないことを決める。これ6月です。そういうような経緯を経ていくわけです。で連盟のオリジナルメンバーになるというところで、まあ、この愛前後して中国も連盟規約の交渉に、まあ、加わっているわけです。そこでさまざまな投票ことがあって、先ほど中西さんのご紹介のことがあったわけです。で中に入ってからも中国はさまざまなことをやります。で中国が一番こだわったのは何かというと、連盟の中では、非常任理事ですね。中国自身が非常任理事の国になるということを考えていて、理事会にですね、で中国自身はこの時に、理事会において非常任理事を決める時に、州別、つまりヨーロッパ州、南アメリカ州、アジア州のような州別に国を選んでほしいということを考える。
で連盟規約にこれありませんので、毎回毎回選挙のたびに中国はこの問題を提起して、なんとかアジア枠を取ると。でアジア枠だと日本はもう常任ですから、そうなると残るは中国とタイとシャムとペルシャとサムって少しありませんから、これならいけるというのが中国の算段で、何度かこれに成功して非常任になります。あともう一つは経費の面で、日本並みの、つまり常任理事国並みの経費を負担すると。これは人口比の論理を持ち込んで、人口はとても多いから多く負担する、自ら多く払うことを申告し、多く払って金銭を負担することで影響力を拡大しようとしたわけです。もちろん1922年の末に中華民国はほぼ破産します。なぜ破産するかというと、第一次世界大戦参戦に対して、列強が中国に突きつけた、提供したいい条件は、1917年の末からの5年間義和団賠償金の支払いを猶予する。もちろんドイツに宣戦布告しますので、ドイツに対して支払っている義和団賠償金の支払いはなくなるわけです。あれは義和団賠償金の中では一番ドイツの部分が多いんですね。ケテラーという公使が死んでますから。でも違う国ももちろん多いんです。で参戦をすると同時に、ドイツとオーストリアに払うその賠償金がなくなって、そして列強、その列強というかその日本やイギリス、フランス、アメリカに対しても支払い猶予が5年間来るんです。これがとても大きい話でした。ですので、中国が参戦した、実はもう一個大きな誘因は、その賠償支払いの猶予なんですね。その猶予が5年後の1922年末に切れるんです。それで、その瞬間にもう破綻、財政破綻になるので、今申し上げた連盟への負担金は払えなくなっていくので、中国の信用ももっと下がっていくんですが、いずれにしてもそうしたことを目指しています。人種平等の話は必ずしも中国から見た場合にも大きな論点にはなりません。しかし、とはいえですね、人種の問題は中国では人種平等案というんですが、実は日中間でしばしば出てくるんですね、ちょこ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 と。これは1920年の12月15日に小畑とですね、顔経験の間の問答記録ですけれども、こういう中でも、日本と中国は協力しているよねという話を言うときに、外交総長の顔経験の方から、あなたの帰国、つまり日本側が提出した人種平等案に対して中国もそれについては賛成しましたよねというようなことを言って、日中の連携してるんじゃないかという、そういうときにしばしば出てくるわけです。過去の部分ですね、帰国、提出、人種平等案、これはですから、日本がそれを提出しましたよね、中国がそれに対して賛成しましたよねって話、こう協力しているって話が出てくるんですが、ところどころで出ます。ですので、主要案件ではないんですけれども、日中間の、つまり外交レベルでの協力の一つの証として、先ほど申し上げた第2回目提案、日本の第2回目提案に中国側の方が賛同したということが出てくるということになります。もちろん先ほど言ったように非常にこう日中間、特に日本、中国に対して日本は、中国は日本に敵意を持っているんですけれども、なんて言いましょう、外交レベルで白羽外交の下で中国に対して日本が多少恩恵になったこともあるので、こういう言葉遣いの下ではまだまだ、お互い、融和的にやるという側面もなかったわけではありません。しかし社会レベルにおいては、この日本の提起する人種平等の意見に対しても厳しい目線が続きます。先ほど陳独秀の話出ましたけれども、李大鋼あたりも日本のアジア主義言説にはとても敏感に反応していたわけで、日本が持ってくるアジアに関する話というのは基本的に日本中心主義だということを彼はずっと言っています。でもちろん彼は人種平等そのものに対しては言っていませんけれども、日本のアジア主義言論には警戒心をあらわにしています。でそうした言論はしばしば上海等における新聞やいろんな言論の場に出てくるわけですね。で、人種平等とか同文同種ですね、この同文同種という言葉はよく出てきます。この同種がまさに人種に関わる、民族とも言えますけれども関わるんですが、日本は親善の空名を持って欺瞞愚弄の道具にしようとしているというふうに言って、日華親善、同種とかですね、いう言葉が出てくるときにそれを、いつも疑うという風潮が出てくるわけです。でもちろん1924年の孫文の大亜洲主義公演というのはあるんですけれども、演説は日本では非常に有名ですが、中国の国内でいうとややイレギュラーなテキストでありまして、あれは日本向けに発せられたテキストと言われているのと、それから最後に日本に対してあなたたちは列強の側につくのかこっち側につくのかと、王道波動という言葉が出ますが、あれは、日本語のテキストにはなかったもので、
後に民国日報という中国語になるときについてしまったものです。日本人には伝えられていません。ですのでちょっとこの孫文のテキストについては、少し慎重に扱う必要があるというふうに思っているところでございます。いずれにしても中国内部では、アジア主義、日本の持ってくるアジア主義への非常に強い疑いが1910年代の末ぐらいから始まっていて、人種の話とか同種といった話はこうした論点に絡めつけられて理解される。これは言論の世界ではそういう傾向にある。ただ外交の現場においては1919年の2回目の提案に合意したことがですね、日中間のまあつなぎになっているというところがあったかと思います。あともう一つ重要な点は、これは先ほど冒頭に申し上げた移民に関するところですけれども、このことはですね、つまり日本が、まあ、反日移民法をめぐって非常にこのアメリカと対立を深めていくときに、中国側は非常にある種冷たい目線というのを日本に浴びせるわけです。つまり日本が中国と同じような扱いを受けるから、同じ待遇を受けるから、これでまあ仲間になるというような話では全くなくて、むしろ逆で、つまり日本の中の言論で、これ広部さんあたりも言っていることですけれども、日本側がアメリカに対して非常に強い反発を持ったのは人種の問題もありますが、中国人、シナ人と同じ扱いにするのかという、そういう論点だったわけですね。でこの論点、つまり1882年以降のシナ人の扱いと、1924 の, その日本人の扱いは同じなのかという、まあ、カコつきシナ人ですが、というふうに言われることに中国人が喜ぶはずはないので、当然ながらこれに対しては非常に厳しい姿勢になっていくわけであります。ですのでここの本来であれば24年の反日移民法というのはアメリカにおいて日中が同じ扱いを受けるという点において日中関係の変化になる変化が訪れる可能性がゼロではないわけですけれども、ここは逆になると。こういう結果あちこちであって、1923年の9月1日の関東大震災の時も非常に多くの同情が中国から寄せられるわけですが、結局日本で400人以上の中国人が虐殺されまして、それがニュースになって中国に流れるので、災害を関係改善の契機にもできなかったというようなことが、あったわけでございます。以上が中国です。では台湾はどうかって、先ほどすでに、清沢の話とか出ているので、あまりもう議論としては同じ方向なんですけれども、人種の問題を日本が国際社会で提起をするのはいいんですが、日本の帝国内部でじゃあ差別はないんですかっていう、そういう話は当然ながら出てくるわけです。ただ皆様ご存知のように、原内閣の前後ですけれども、特に台湾においては田健次郎総督の下で内地延長主義の方向にだんだんと転換をしているわけです。でその具体的に現れた教育でありまして、1919年1月制定4月施行の台湾教育令によって、台湾に多くの学校が設けられて、台湾では教育熱、台湾人も含めて教育熱が起きます。ただその場においても依然として内台分離といいまして、台湾に住んでいる内地人、つまり日本人と台湾人を分けるという論理が続いていました。それに対して台湾社会においては、台湾青年という雑誌が20年に創刊されますが、そこに集まったエリート層などにおいても、同化平等ですね、これを求める動きが起きてくる。独立もないわけじゃ、全くないわけじゃありませんけど、基本的に同化平等の系統になってきます。で台湾については1895年以降の統治において、六三法にあられるように、法的な意味で台湾を本土から分けて統治するという、別々に統治していましたが、この時期に内地延長になる中で、こうしたような動きが起きてくるということです。で、さまざまなテキストがあるわけですけれども、そうですね、この辺りの倫理政策の話も、結局台湾人が何をやってもダメだという話ですが、最も端的に、そうですね、人種平等を示すのは何がいいですかね。この辺りの最後の日々もいいんですけれども、およそですね、この倫のものというのも、たとえいかに絶世の才と抜群の腕があっても、いずれも本当人たるのゆえをもって永遠にうつうつとして下級に立てばならぬ状態にある。非常に教育、どんなにですね、台湾人が努力をしようが何をしようが、結局、日本人か台湾人かという羊によって、決まってしまうと、これはもう、いうことが多く問題になると。教育を受ける機会が増えることによって、むしろこういう問題が起きてくるわけです。官僚機構においてもそうですし、職業においてもそういう面があります。で栽培家からも有名ですけれども、五人の同化観という文章において、
軽級な実業知識を有してもそれは仮想の奴隷的保護のほか何年もかなと、つまり、まあ、自分たちがそもそも教育においてチャンスがなければ意味がないといったことも言いますし、島田三郎はですね、イワンや日本人が世界に広がる目的を持っているならば人種平等ということを内地に行って自分が実行したことを 言語に表し文書に表して世界に求めて初めてその根拠がある議論になるというふうにして、島田あたりは、まあ人種平等などということならば自分自身がまずそれを国内においてしっかり実行してから世界に言えということを言う言論を張るようになるわけであります。でただ、まあ、台湾においてこの問題がどのくらいかというのは先ほど言ったように教育の問題で随分議論されるんですが人種平等の問題そのものが、台湾のメディアあるいは台湾青年で大きく議論されたわけではありません。やはり教育問題というのに絡めながら内地との平等ということを言っています。ただ珍しい事例として20年12月にあったこの台湾日日に掲載された人種案不提出という先ほどお話があったように提出しないということに決めたという話ですね。それを、大阪朝日からの転載として載っけているわけです。でこれは石井大使の演説は日本委員が連盟総会での沈黙を破ったものとして珍しがられていると。人種案に言及したことは昨年からの言いかかりで致し方ない でもあろうがです。この辺りですね。出すつもりなら日本国内の人種平等を実行した後いわゆる清潔な手を持って臨みたいものだ。しからざれば論理上の矛盾を免れるぐらい、ぐらいのことで、ことぐらいには傷がついてほしいというふうに書いてある大阪朝日を台湾日日が転載をしているわけであります。ですので台湾の人々が人種平等を大きく提起して問題提起はしていません。彼は多くの場合には教育問題とか当時の実際台湾のにおける日本の統治において問題になったものに絡める格好でもって人種を少し上げたりしますけれども基本的にでも起きている論点というのは、まあ、基本的に内地と、まあ、いわゆる内体です、ね、の同化平等を実現するということで、内容としては人種平等に関わりますし、まあ、このように、まあ、時々、台湾日日がこのようなものを入れると。でも台湾日日新聞は基本的に日本語の新聞、まあ、日本語が台湾の新聞ですので、これは台湾の内地人が読むところも多く読むところもございますのでそうした意味で台湾に住む内地人が人種平等の件にどれだけ関心があったかというとそこもそこまででもなかったのかもしれないということも 逆の裏返しですね。つまりその自分たちが台湾においてどういうふうな目線で見られているのかということを考えるときにこの人種平等の問題が自分たちに突き刺さるということにどれだけ自覚的であったのかという点についてはあまり多く台湾日時に上がりませんので抑制していたのか問題意識なかったのかここは資料に残っていないものは検証しがたいものですから何とも言いませんけれどもこのように記事が全くないわけではないので意識がないというわけではないだろうというふうに思います。で最後になりますけれども、まあ、以上のように人種平等人種差別撤廃という問題については連盟で日本が取り上げて、パリ講和会議を取り上げていくわけです。でこのことは確かに、まあ、大きな議論論点ではあるんですけれども先ほど申し上げたように中華民国自身が一次大戦になぜ参戦したのかとパリ講和会議に何を期待していたのか、連盟に何を期待したかという観点に立ちますとあまりこれは大きな論点ではないわけですね。でそれよりもやはり自らの、まあ、国権回収ですとかあるいは三島二十一か条問題を解決したいというところがありますので、そうした意味ではこれが主要論点になるわけではないと。ただ日本と全面対決、まあ、日本に対して非常に厳しい目線を持っていながらかといって全面対決はしませんのでとりあえず人種平等のところでは2回目の提案に賛成をして日本との関係性を最低限保つところのボトムラインの一つの道具として使われたというふうに見ることもできるかもしれません。で中国社会においては非常に厳しい目線で基本的にアジア主義にこれ、まあ、関連づけて理解される傾向がありましたしまた移民の問題については中国自身がそもそも同じ待遇に置かれていたので日本が中国人と同じ待遇になるのかといって反発すればするほど中国からすると冷めた目になっていくということかと思います。で先ほど中西さんおっしゃられた国連ですね国際連合の方の検証に中国が人種宗教その他の案件を挙げていくという話は当然出てくるんですけれどもこれは1941年の12月9日に中国が日本に宣戦布告をしてで1942年の1月に連合国に入ってそして連合国の4大国の一員になってそして1944、5年ダンバートオークスからサンシスコの
国際連合の形成過程で、実は中国初のさまざまな国際連合憲章の内容が入っています。その中に小池委員が出したものの中には、先ほど申し上げたような国際連合の非常任理事国をアジア州、なんとか州別に選ぶ、あれも小池委員の提案です。それからこの先ほど申し上げた、長井先生おっしゃったように、この人種の平等も小池委員だったかと思いますけど、そういういくつかの案件を小池委員の方が出していったので、そうした意味でいうと、日本が出したものを中国が代わりに実現するということが、もちろんこの頃の中国というのは、1942年、3年と連続で蒋介石がインドに行っているようにですね、アジアの名士としての中国ということを、もちろん結果的に彼は台湾に行っちゃうので無理なんですが、その43に回路があって、44号ぐらいまでは戦後の名士は自分だというふうに国民と思ってますので、その範囲においてそのアジアというものをどういうふうに考えるのかということを蒋介石がかなり真剣に考えていたわけです。そうした意味での人種の平等であるとか、あるいはアジア枠とか、そういったものを、まあ、44、5年の国際連合憲章の形成過程で蒋介石サイド、まあ、小池委員らが提起するのは十分に理解できることというふうに思われるわけであります。あと台湾の方ですけれども、これは、同化平等という、まあ、原内閣の元での伝建時の政策の中で、それが位置づけられている。ただその一部の議論、まあ、日本人の議論の中に、人種平等、あるいは、人種差別撤廃などということを世界で提案するんだったら、自分の国内のことをしっかりやってからそういうことを言ったらどうだというような、そういう言論はこの時代から存在していたわけで、それは国内でも、先ほど清さんの話がありましたけれども、それに連動する格好でもって台湾の言論界でも一部言われていましたが、ただだからといって台湾人知識人がこの人種平等案を前面に出してですね、それで例えば議会設置請願運動とか教育問題を言ったわけでは必ずしもないのではないかということを申し上げました。以上、2人の先生方は大変日本史の非常に緻密な議論をされるので、なんとかそういう関連づける部分を申し上げたつもりでございます。どうもありがとうございました。はい、川島先生ありがとうございました。普段なかなか我々知ることができない中国、台湾からの視座でこの問題に関する検討を加えていただきました。大変貴重なお話をいただいたと思います。3先生とも非常に充実した資料を事前に用意していただきまして、当初 の15分のお話を私からのお願いでは長く20分程度で、20分少々でということでお願いさせていただきましたので、全体よりもややその時間を取ってお話をいただきましたが、これから休憩時間を取りまして、13分ほど休憩して4時20分から再開したいと思います。それでは、休憩、後ろに飲み物、コーヒーなどまだございますでしょうか。あると思いますので、どうぞ休憩の際にコーヒーなどを飲んでいただきながら、20分からまた再開させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、それでは時間となりましたので再開したいと思います。シンポジウムは今日は5時で終了ということになっておりますので、残り時間30分少しとなっております。これからはフロアにいらっしゃる方々と質疑応答でご意見ご質問があればお伺いしたいと思うんですが、まず冒頭にですね、もしもよろしければ、今日は外国史家の方、坂本先生と高原先生いらっしゃってもしも一言、高原先生何か坂本先生ありましたら、ご意見でもご質問でも結構ですが、いかがでしょうか。どちらからでも結構ですけれども、まず専門家の高原さんから、はい、はい、じゃあ高原先生からマイクを取りになってお話するとかパスをする、どうぞ。じゃあ高原先生お願いします。京都産業大学の高原先生で、先ほどの中西先生のご報告でもレジュメにありました、ウィルソン外交と日本という形でこの問題についてアメリカ外交の視点から本も素晴らしい本を書いていらっしゃいます。それではよろしくお願いします。ただいまご紹介に預かりました高原でございます。どちら向いてよろしいですね。貴重なご報告、先生方ありがとうございました。この人種差別撤廃案というテーマは非常に複雑で、しかも日本がある意味非常に普遍的な価値をと結びつくような提案を出したという意味では画期的だったと思うんですね。でしかもそれが戦前に行われたという、歴史自体を知らない世代が増えてきているということ自体も危惧されることかと思います。で、今回そういうテーマをこの100周年ということで、この
出していただいたということは非常に喜ばしいことかというふうに考えております。で、私からは特に具体的な内容についてあれこれ述べるというふうな、立場には必ずしもないので、どちらかというとアメリカのウィルソンのですね、人種観というかこの問題についての見方というのをちょっと紹介したいというふうに思っております。で、見方といってもちょっと結論めいたことにもつながってくるんですが、ウィルソンが必ずしもこの人種問題というものを非常に優先順位を高く位置づけていたかというと必ずしもそうでは、ね、決してないということをまず申し述べたいと思います。で、皆さんもご存知かと思いますけれども何よりもまず、国際連盟の創設というのが彼にとってのファーストプライオリティでありまして、人種問題というのはむしろですね、これも結論に近づくこと、結論めいた話かもしれませんけれども、ある意味相当まさに大沼先生がご指摘されていた先ほど出てきましたけれども、はるかなる理想ですね、ウィルソン自身もはるかなる理想というふうな感覚で居続けていたというふうに言わざるを得ないと思うんですね。で、それはなぜかというと、ウィルソンの生い立ち今ちょっと私個人的なことでなんですけどウィルソンについての生い立ちをちょっと書いておりまして、若い頃からずっと、南部時代そして、現在大統領に至るまでの経歴ですね。ニュージャージー州知事もやりましてプリンストンというのを学長もやりました。で、そういう過程の中で彼がどういうふうに変わっていってどういう影響を受けて、そういう人物として、この形成されていったかということをちょっと分析しているんですけども、彼は一般にですね、南部出身だから人種差別主義者だっていう、こうレッテルを貼られがちなんですけども、ちょっとそれは私自身としてはそれだけで話が済まないように常々思っております。で、なぜかというと、ウィルソン自身南部で、この幼少期育っておりますけれども、実際彼が青年になってからですね、南部にいたのは4年ぐらいしかいなくてですね、その後は実際も北部で、過ごすことが多かった。実際若い頃は、そうですね、弁護士の資格を取ろうと思って勉強するわけですけども、その後弁護士の仕事をあまり受けないでですね、結局この学問の道に入っていくと。で、そういうこともありまして、ある意味、その人種というものを、南部の、この時代が長かったからといって必ずしもそれが彼の人種差別的な要素につながるというのは、一言ではちょっと言えない。非常に複雑である。教育は大学院はジョンズ・ホプキンス大学というところに行きまして、事実上東部の名門当時の一流大学院教育を受けたということもありますから、人種に対するこの見方というのはある種新しい側面というかそういうものを経験するのがウィルソンなんですね。ですので、そういうことから見ても非常に複雑であった。で、彼の言葉いろんなところで発言があって私もよく読むんですけども、彼自身そのこの人種の問題、特にアメリカの場合は黒人の問題ですけども、黒人の問題というのはある意味もうとにかく触れたくない問題、彼自身として、その良くない心は痛むんだけれども、もう触れたくない問題だというふうな認識ですよね。で、アジア系に関しては、先ほど川島先生からの、ご報告にもありましたように中国系の移民が早い段階からこう締め出されるということもあって、アジア系の移民についてもあまり黒人ほど関心がそもそもないというふうな、のが正確な表現かなというふうに感じております。で、そういうところもあって、ちょっとウィルソンの人種観という観点からは彼の経歴がダイレクトに、そうですね、人種差別につながるというのはちょっと言い過ぎであって、その後の彼の変化というものを踏まえた上で、議論すべきではないかなという認識を個人的には持っております。そうですね。で、あとはこの人種差別撤廃案、この案のこの意義でありますけれども、やはりウィルソンがその14か条をはじめとして大きな理想主義的な観点というものを打ち出したということに、ある意味でこう影響を受けてですね、影響はいろいろあると思うんですけど、影響を受けて日本の代表団もそれに呼応するような形でやった。しかしそれが逆にある種まさにですね、
まあ、民族自決と同じようにですね、パンドラの箱を開けるような提案を日本が出してきた。で、逆にこれが収まりがつかなくなったというのが特に英米の、まあ、スタンスだと思います。うん、まあ、それが、まあ、本音だと思うんですね。で、あまりこの、会議に出席した人たちがあまり、その問題を話さなくなったという話がありましたけども、私が推測するに、おそらく現場で、英米の外交官とも話す機会があって、まあ、本音のところはこうなんだよということを多分聞かされてですね、おそらくはもうそれだったら議論しても始まらないと、それだけ重要なパンドラの箱を開けるような問題だから、これはもう引き下がざるを得ないというのが本音ではなかったんだろうかというふうに思っております。はい、ちょっと長くなりましたけど以上です。はい、アメリカからの貴重な視点をいただきましてありがとうございました。続きまして大阪大学教授の坂本和也先生からよろしければ、コメントでも。大阪大学の坂本でございます。今日は本当に素晴らしい3つのご報告、また和也さんの司会も素晴らしくてですね、ハスと基調講演ということで、もうどれも一級の話だと思いますので、国際問題研究所も良かったなというふうにそういう意味でお祝い申し上げます。私はですね、コメントを一つと、それから後でコメントを言いますが、これそもそも人種差別撤廃条項提案というのは、私の理解したのはですね、この国際連盟に参加するような国の人々は皆平等だという、そういう話だったのか、そうじゃなかったのかという、それは話を一度教えていただきたい。ちょっとこう人種差別撤廃案のこれを見ていると、そう読めるのか読めないのか少し分からないところがございますので、そこを後でどなたでも結構ですね、教えていただきたいというふうに思います。で、私コメントってありますけどね、普遍的なその人種平等の理念ということにですね、近代日本がですね、果たした役割というのはですね、これは絶対に否定できないということだというふうに思います。それは要するにですね、明治維新からのことですけどもですね、その近代化を成し遂げてですね、その要するにその文明化といいますかですね、白人の基準でいう文明化というものをですね、成し遂げてですね、白人国家との戦い、戦争に勝ちですね、またですね、白人国家が作っているような自動車と同じ自動車を作ることができると、そのうちですね、GDP はですね、世界第2位、今はですね、第3位ですけどもですね、そうなっているというようなですね、経済発展を遂げたと。ですから私はそれはもう全然問題、意義としてですね、我々誇るべきところだと思います。で、それを言葉にした最初がその人種差別撤廃条項提案なんでしょうけどもですね、これは人種差別と言ってますけど、結局日本人差別撤廃条項提案みたいなですね、ところがあったかなという感じがするんですね。要するに移民問題ということでですね、日本人の移民をこの問題にしていると。これは本当だったらですね、今川島さんがおっしゃったようにですね、中国人の移民ですね、これ排斥されてるわけですから、これを言ってですね、中国人移民これを何とかしろと言ったんだったら、これは普遍的な提案だったというふうに私は思いますけどね。そうじゃないというのはちょっとですけどね、だからといってそれがですね、意味がなかったかって、そうじゃないと。我々は人種差別の理想というかですね、そういうものはあるんで、それをですね、この機会に出したと。第一次大戦のですね、このですね、新しい世界のですね、秩序のためにということで、それがいくら自分たち都合のいい人種差別撤廃案であってもですね、それは全然ですね、その価値をですね、減らすものではないというふうに思います。ですから価値がなかったとは言えないという、中井さんは少し柔らかくおっしゃいましたが、私は価値はですね、なかったと言えない以上にあったかなという感じがするのであります。歴史の高地から見てということですけどね、これはね。それでもう一つはですね、私ちょっと質問な、これも質問なんですけどもですね、結局欧米諸国のこの批判の中にですね、日本は自分をその中国や朝鮮で何だという、こう議論があるんですけど、これって人種差別の撤廃なんで、これ人種差別はありましたけど、人種差別は言えないんじゃないかなと思うんですけど、そこはどうなってるのかなという感じがするんですね。ですからこれは具体的には紅白のというか、その要するにその黄色人種と白人の間の差別の撤廃条項でありまして、それは取り物を合わさずですね、アジアと西欧の間の、西欧とアジアの間の人種差別の撤廃はのことだったんじゃなかったかなという感じがするのであります。で、私もこう思いますとですね、理念というのはですね、よく理念外交は大事だ、原則は大事だとこういう話ありますけどもですね、それはやっぱりその現実の実情に合わせてです、展開しませんとですね、単に意味がなくなってて、だから今高原さんが
っしゃったですね、最後のところはですね、すごくよく分かってですね、別にその外務省の人が怠けてたとかですね、そういうことじゃないんだろうなという感じがするので、よく考えた上でのですね、行動であってですね、それはそれでよかったんじゃないかなと私は思います。はい、ありがとうございました。貴重な問題提起と最後にはご質問もいただいたと思いますが、最初の、ご質問になるかもしれません。範囲が日本の提案どの程度の範囲まで考えていたのかということでご指摘いただきましたし、また後半のところでもまたもう一つご質問いただきましたが、これは戸部先生ですかね、何かございましたらよろしいでしょうか。提案の文言を見ますと、締約国はとなってますので、メンバーに一応限定はされているだろうなというふうには思いますね。それからご質問に答えることにはならないかもしれませんが、私がお話の中で言ったことをちょっと補足いたしますと、移民問題との関連ですが、実は強硬に反対したのは、中西さんのお話にあったようにオーストラリアのヒューズ総理ですけれども、ヒューズを説得しようと思って何度も何度も日本側は接触するんですが、その時にヒューズはちょこっとですね、我々が恐れているのは日本人移民ではない、中国人移民だと言うんですよ。で、それもあっておそらく中国側との協力ということがなかなかできなかった。それからメディアとの関連ではですね、一部で同じ人種に関連するんだと思うんですが、ユダヤ系の新聞と協力したらどうかという案が出るんですが、これもやっぱりやったら危ないなということでやめるんですね。ですからマスメディア工作を考えていなかったわけではない、だけどもやっぱりちょっとできないということでやったんだろうと思います。で、話がここで、ね、発表が終わってからちょっと川島さんともお話ししたんですが、日本側で考えているのは坂本さんがおっしゃったように人種差別であって、民族差別というような意識はほとんど外務省に関する限りはありません。ですから例えばこれが植民地支配にどういうふうに跳ね返ってくるのかなということについては、おそらくほとんど考慮しなかった、むしろ反映していかないだろうかというふうに考えたのではないかなというふうに思います。そのくらいでしょうか。はい、私は専門の時代ではないんですけれども、イギリスの視点から一言もしも補足させていただきますと、一つは基本的に民族自決、人種差別撤廃条項ではなくて民族自決の方ですが、これは連合国、当時 そのイギリスなどとの間では基本的にヨーロッパ、特に新しいヨーロッパと呼ばれるオーストリア、ハンガリー帝国が崩壊し、ドイツ帝国、オスマン帝国が崩壊した地域における理念として民族自決というものを適用し、それ以外のアジア、アフリカというのはそもそも想定していなかったということと、もう一つはイギリス、オーストラリアがちょうど当時選挙があって、その選挙に向けて非常に与党が苦しい立場にあったと。でこれが野党から批判されるということになってしまうと、その政権が維持できないというかなり積極的な理由から強硬な反対をしたということと、なぜそこまでイギリスが飲んだかといえば、ご承知の通りガリポリの戦いのようにかなりイギリスは戦争中に従来とは異なり、ドミニオン、自治領からの兵力に依存していた。ですからイギリスと自治領との関係が大きくバランスが崩れて、これ以降かなり要望を飲まざるを得ない、イギリスが帝国として力で抑えるのではなくて、やはりそれだけの資源を依存している以上はそういった声を聞かざるを得ないということで、帝国主義を維持しながら同時にどのようにしてそういった不満、英連邦、後の英連邦の中の不満を吸収するかと。でもう一つ言いますと、これお話を伺ってちょっと私も一言申し上げたいなと思ったのが、オバマのですね、核軍縮の、ニュークリアゼロにちょっと似てるのかなと。つまりすぐに実現するとは思ってないわけですよね。で一方でこれ委任統治、その信託統治、委任統治、この時委任統治領、つまりは帝国というものが中長期的にその民族国家が自立できる段階までの過渡期的措置として帝国主義を、あるいはレトリックで是認する論理を用いたということで、論理としてのレベルと実態のレベルで、そこら辺はイギリスは相当狡猾に帝国を維持できる論理というものを
うまく組み立てたんだろうと思います。何か他の先生方付け加えることがありましたらいかがでしょうか。じゃあどうぞ。坂本先生ありがとうございます。おっしゃられた公職人種と白色人種の人種差別の問題なのであってという話、全くその通りなんですけれども、中国の方ではその論理を強調すればするほど、アジア主義的なものに解釈されていってしまって、逆に言うように民族に引きつける人たちは、まさに人種じゃない論点からその不平等の方に注目したわけですね。不平等か平等か、人間にまつわる平等不平等に注目をして、そこから批判を加えるかと、この2つの側面から双方から批判をされたということかと思います。高原先生おっしゃったように、この自由主義的秩序というのを抽象的に考えるとパンドラの箱になってしまって、収拾がつかなくなるということが、数多く起こったというのが第一次大戦の後の戦後処理の問題だったと思います。ウィルソンなり彼の下にいたインクワイアリーというこの14か条を元になるものを作った人たちは比較的こう素朴にヨーロッパの従来の権力政治外交を置き換えるものとして理念的なものを出すということを追求してたんだと思いますけど、まさかこんな世界全体のことをパリ講和会議で話することになるとは予想してなかったわけですよね。で、その時に自由主義の原則は否定しないで、しかし新しい世界秩序を置き換えるっていうことはとてもじゃないけどできなかったっていうのが結論になるんだろうと思います。その上で坂本先生からご疑問のこの範囲の話っていうのは多分日本側としていろいろこう考えた案文とか議論でしている中で曖昧ではあったと思います。具体的にはやはり締約国が特にその自国内の異人種移民に対して差別をしないという形で、締約国を縛るということを考えてたんだと思いますけど、やはりその下にある原則としては人種だけではなくてさまざまな差別は人道に反するあるいは非自由主義的だというそういう理念はやっぱり共有しているんですね。ですから締約国なり大国の間では人種平等で、そうじゃないところでは人種平等じゃないというのはやっぱり理屈として合わないということは あっただろうと思います。で、それと同じで多分自由主義的な秩序の中で大きくクラッシュしたのはこの人種を含めた反差別っていう原理と、それからウィルソンが口にしたあるいはレーニンなどが口にしたことで世界的に広まったこう民族自決っていうもののこう衝突で、反差別っていうのはある種こう消極的な差別の否定なんですよね、平等っていうことで、ね、それに対して民族自決というのはより積極的な民族間 の、平等を担保する上で民族それぞれが自決すべきだというよりこう積極的な原理で、その間にどうしてもこう矛盾というのが存在する。これはその人種の問題だけじゃなくて経済的な面でも自由貿易とそれから各国の経済的自立っていうものの間にある種のこう矛盾が あるんですよね。そういうある種こう広い意味での自由主義の考え方の中に含まれうる、矛盾というかジレンマというか、そういう問題まではアメリカもイギリスもその他の国も十分考えを及んでいなかったということではないかなと思います。で、おそらくその問題は細谷先生おっしゃったそのオバマの議論、もありますし、あるいは今のトランプ政権の問題もあるかもしれないですが、 WTO なんかが結局その普遍的な組織として、1995年に発足したんですけれども、やはりその南北問題、途上国にどれぐらいこの特別特権を与えるかというような問題をめぐってほとんど動かないで、20年以上経って、今そのトランプ政権が
WTO のコアであるはずの、まあ調停能力についても、まあ、空洞化しようとしているわけですけれども、まあ、そもそもやっぱりその自由主義的な国際秩序というものの中にある程度含まれている矛盾の問題というのは、まあ、パリ講演の時には初めてそれに直面したわけですけど、100年経った今の我々の問題でもあるのかなというふうに思うところがあります。ありがとうございました。じゃあ、はい、発表でも一言触れたんですけども、この辺の場合やあの例外的というかですね、やはり民族自立というかの問題についてかなり記述をしているんですね。でウィルソンの思想というのがそういう弱小民族の運動をこう非常に元気づけたというか啓蒙したということも触れているわけです。ただ問題はですね、ただその中で相対的にその運動が大きいのはアイルランドだけであって他の運動はまだ小さいと。だから日本にとっても朝鮮半島の問題というのは取りに足らない問題なんだという認識がされているわけで、ですから民族の視線はあったんですけれども、まあ、朝鮮半島の問題というのはまだまだそこが熟していないんだというような認識であったわけです。まあ、ただこの植民地支配の問題というのは別にこの辺に限らず、私も引用したあの清澤清もそうですけれども、植民地支配を否定というものはしていないんですね。でむしろ興味深いのは、まあ、ご説明ですけれども、この植民地支配のをこう否定するというのは人種平等とか民族自決という観点よりも日本の国策のありようとしてどうあるべきかという観点から出てくる視点が強いんじゃないかと。例えば当時1920年代から石橋湛山等々が唱えた小日本主義というのがあるんですけども、それは朝鮮半島や満州を日本も切り離して独立させると。ただ彼らの視点というのは必ずしもその人種の問題からではなくて、日本の将来的な外交政策どうあるべきかと、要は小日本主義なのか大日本主義なのかという中で朝鮮半島をこう手放すという観点であって、また別のニュアンスではなかったかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。それではご質問などもしもございましたら、じゃあどうぞ、よろしければご所属とお名前をおっしゃっていただけると幸いです。名前ですか。ご所属とお名前もしもよろしければ、はいはい、私は今京都大学 の法学研究科 の中国人の研究生ですけど、学部の時の卒業論文も人種差別差別対案について書きましたので、2つが伺いことがあって、1つ目はですね、中国の学会では中国の学者ではなくだけではなく当時の代表団でも人種差別撤廃提案については三度問題の有利に解決する取引材料という評価があって、そのもう一つはですね、この提案の動機は移民問題を解決するため の2つ の評価があって、1つ目はですね、移民問題との関連はさっきの角先生もおっしゃる通り移民問題は特に一番重要な問題ではないそうですけど、もう一つはですね、取引材料について高原の先生の著作 のウィルソン外交と日本ではですね、人種平等提案を取引材料に使ったのは日本というよりもむしろアメリカとイギリスおよびイギリスの自治領の諸国の側であったという新しい主張で、それについてはですね、伺いたいと思います。それは中国だけではなく当時のアメリカの国務長官のランシングの回顧録の中でも日本が この提案を提出する動機はアメリカを賛同問題で譲歩させるためという観点があって、はい、それについて伺いたいと思います。はい、ありがとうございます。どなたに対する質問とかいうことはございますでしょうか。高原先生はいいですか。じゃあ、はい、第5のパネリスト高原先生、よろしければ。ありがとうございます。まあ、説教にそういうふうに書かれていたということなんですけど、私自身は、まあ、そういうふうにちょっと、まあ、見たんですけども、なぜかというと大体その取引材料をしたのは日本であってという議論が、まあ、これまでずっと
かったんですね。でそういうこともあって、むしろこの非常に厄介な問題、まあ、人種差別撤廃案というのは、まあ、英米にとって非常に厄介な問題なので、これを解消するためにはよりランクの低いというか優先順位の低い材料を日本に与えるしかないというふうな、そういう判断がやはり働いたんだと思うんですね。で時系列的にやっぱりこのパリ講和会議を考える必要があって、ウィルソンが一番大事にしたのは連盟ですから、戦勝国がいろんな領土の問題を議論するということを、まあ、提案した際に、まあ、すぐにそれを決定ですね、まずは連盟の創設の問題から扱うというふうにしたぐらいですから、ある意味、そういう配慮が働いたんじゃないかなというふうに私自身はちょっと考えております。はい、ありがとうございました。どうぞ。今の中国の件ですけど、まあ、中国 の, パリにいた全権代表団の会議の、全権代表団議事録というのが、台湾の中央研究院に保存されていて、そこに今議事録があるんですけれども、そこの中でおっしゃるように、まあ、1919年の2月から4月にかけてですね、この問題日本が強く主張するのであれば、この問題で譲歩をして日本から何かしら何かを得られないかということは議論されなかったわけではないですよね。だけども先ほど申し上げたように、三島問題を含めて対立関係にありますから、中国がこの問題で譲歩したぐらいで日本は譲歩しないわけですね、全く。ですから議論はあるんですけど、実際にはその先ほど申し上げたように、まあ、1920年以降ですね、中国がこの問題で日本に賛同したということが とりあえずのりしろみたいになって、関係の ボトムぐらいになるところまでしかいかないんですよね。ですから、まあ、先ほど言ったように、まあ、4月の1919年4月中に中国はもうサインしないとほぼ決めますの で日本人種問題で中国がイギリスと言っても4月ですよね。ですからそこで取引にはならないということが実際にあって、これは取引になるんじゃないかということも議論された事実ですけど、ですから、まあ、そういう意味では、外交過程では、まあ、ボトムラインぐらいまでしかならなかったということです。はい、どうぞ。おっしゃったように日本側の取引材料に日本側取引材料にしたんだという説がかつてはかなり強くとな言われましたけれども、私が外交記録から見る限り取引材料にしようなどという発想は出てきませんですね。最初から真剣にやっていたということは間違いないだろうと思います。と同時に実は移民問題がおそらく一番大事な理由だっただろうというふうに私申し上げましたが、全権団の交渉の記録の中で移民問題なんてことは一言も言ってません。それを出すと絶対に賛同得られませんので、したがって最初紹介したように集団安全保障みたいな話から説得をしようとしているわけですね。はい、ありがとうございました。あと一人か二人よろしければいかがでしょうか。何かご質問があればと思うんですが、あるいは今日は中東研究池内先生もいらっしゃってコメントでも結構です。ご自由なまた中東からということで全く違った見え方してらっしゃるかもしれません。何か一言ありましたらお願いします。突然振られたのでびっくりしましたけど、もちろん中東ではこの時期というのは、オスマン帝国が崩壊して、アラブ諸国が、まあ、国の核になるものを作り始めて、でトルコは国を作って、イランも国を作って、でもいや今問題になっているのはクルド人ですよね、彼らが、まあ、その外交のパワーバランスの中で一瞬だけ、1920年前後に国を得られそうだったけれども得られなかったという時期なんですよね。で、で今現在って面白いんですけど、 まさにクルド人がもう一度国を得ようとして得られなかったっていう時期が来ているわけです。それは2017年のイラクでの住民投票が、まあこうまあ、そのイラク政府によって拒絶されると、で今回のアメリカに見捨てられるとシリアでですね、その歴史家の皆さんから見るとこのまさに、まあ、この100周年シンポジウムということですけど、この間のなんていうか歴史が一回りしたと考えるんでしょうか。あるいはつまりそのある理念を打ち出してかつその現実的な制約から阻まれるということが、まあ、例えば100年にこう同じようなものが来るとすると、その間にこう歴史は発展したんでしょうか、それとも単にぐるっと回っただけなんでしょうか。このあたりをちょっと歴史家から現在をこの観点から見るとどういうふうに見えるかというのをちょっとお伺いしたいと思います。
これはまず中西先生ぜひお伺いしたいなと思うんですけどいかがでしょう。いや歴史家じゃない人が答えていいのかどうか分からないですけれども、まあ私の最初 の, 講演で第一次世界大戦についての見方っていうのは変わってきていて、私はその方向をもっとこう強調して考えた方がいいんじゃないかというお話をしました。つまり第一次大戦という戦争を、まあ、そのナポレオン戦争とかある意味では第二次世界大戦のような完結した軍事闘争として見るんではなくて、こう未完 の, こう世界的な、まあ、革命という言葉がいいのか変動というのか、そういうものの中でとりあえず、まあ、休戦なり集結されて、その変動の過程で行われたのはパリ講和会議だっていうふうに見た方がいいんじゃないかっていうふうに話したんですけれども、まあ、その流れでに引きつけて申すと、例えば庄司先生が近衛が1918年に書いた論文と1930年代近衛が実際のこう政治家首相となった時の変化についてお話をされましたけど、これはその近衛に限ったわけではなくて世界全体として1930年代から40年代にはある種の方向性で秩序化をしていくという方向で、まあ、スターリンが出てフランクリン・ローズベルトが出て、国際連合を作ってっていう方に行くんだと思うんですね、まあ、そこである種こう強制的な力も含めて秩序を作っていく、まあ、その中でおっしゃったようにクルドなんかは1920年前後に一瞬の希望があって、それが排除されていく、まあ、それは同じようなことはウクライナでも例えば起きていて、一瞬ウクライナにも国家みたいなのができるんですよね、あの地域に。それが消え去っていってソ連の一部になっていって、それが冷戦後にウクライナ国として、まあ、今になっているけれど、実態のところは、まあ、内部に大きな亀裂を抱えて、いている、存在しているわけですよね。でそういう意味で言うと、一回りしたといえば一回りしたんですけれども、第一次大戦の時に生まれたさまざまなこう変動というのが20世紀の中ぐらいにはある種の枠組みで一旦こう収集されたんだけれども、まあ、それが冷戦の終焉前後にそういった枠組みそのものが崩れてしまって、まあ、その後はとりあえずなんとなくこう収まっているような感じがしたんだけれども、実際には収まってないことがいっぱいあるっていうのが多分テロとの戦いとか、あるいは、まあ、リーマンショックとか中国などの台頭で、どんどんこうあらわになってきたっていう過程じゃないかなと僕自身は見ています、まあ、ですからリベラル国際秩序というのは確かに一つのこうアセスメントとして第一次大戦以降の世界の一つの流れだったと思うんですけど、やっぱりさっきも申しましたようにリベラル国際秩序という、あるいは自由主義を国際関係にどう適用するかというところにある種の根本的な、まあ、そのパラドックスみたいなものを持って、それ自体は解決されないままに今日に来ていて、むしろこう具体的な問題として我々が直面していることが多くて、クルドの問題なんかもそれじゃないかなというふうに思っています。ありがとうございます。ちょうど今中西先生おっしゃっていただいたような視点で、ちょうど今年出た本でロベルト・ゲルバルトという人の、敗北者たち第一次世界大戦はなぜ終わり損ねたのかという本、はいはい、ちょうど翻訳が見続かれてましたけども、あるいは、まあ、池内先生もサイクス・ピコ協定で書いてらっしゃったり、あるいはケンブリッジ大学のデビッド・レイノルズが第一次世界大戦後の世界ロングシャドウという形でその終わり方がずっと尾を引いてその後の世界に影響を及ぼし続けるという形で、まあ、第一次世界大戦が終わって非常に短い期間に秩序が作られて、それが崩れるということではなくて、新しい問題を第一次世界大戦を生み出したときに、その問題に対して世界がその問題に対する適切な答えを出し切れていないという状況が長く続いている、まあ、そういった視点というものが最近の研究に見られる一つの特徴じゃないかなという気がします。ちょうど時間になってしまったんですが、先生方で何か最後一言終わりでいらっしゃれば。坂本先生どうぞ。すいません、失礼しました。すいません、今中西さんがおっしゃったね、この世界のそのなんていうかこうサイクルみたいなところは私もですね、大いに興味深く聞きました。それでまあ、もし日本にとってということを言えばね、それは最初に安倍総理の
この発言を出されたんで、私は常日頃昔からというかもう最近もあの日本を取り戻すと何のことかわからんというふうにみんなが思ったんですが、私はですねこれは第一次大戦後のその国際的地位を取り戻すということだったんじゃないかなというふうに思うんですね。もちろんその第一次大戦後の国際的地位とは今はるかに今の国際的な地位は強いんですけどもですね、だからそういう意味でですね、あの私はあの、まあ、要するに戦争第二次大戦に至る第一次大戦第二次大戦に至るですねこの日本の失敗というかですね、そういうものについての、まあ、一段落ついたという話になってくるんじゃないかなという感じがいたします。私はその意味で100年のサイクルはあるのかなという感じがいたします。今回のですね、あのちょっと因縁話風になっちゃいますけども、ね、冗談と言ってもいいかもしれませんけどもですね、あの全くの推測で私はそう。はい、あの坂本先生、会議の締めの言葉をあの全体 の, あの今日の議論のいえいえあの重要なあのまとめとなるようなお言葉をいただきましてありがとうございます。まあ、普遍的な価値、今日いろいろな形で皆さん先生方あの議論していただきましたけども、まあ、先生方のお話を聞きまして、あの普遍的な価値というものを作るときにまず最初に原則や理念というものは浮上する。しかしそれはあくまでも理念や原則でしかなくて、まあ、実際の問題を解決する上では非常に限られたおそらく効力しかないのではないか、まあ、それが何らかの形で次の段階に政策となって、まあ、さらにはそれが場合によってはルールや国際法となる合意となる、そしてさらにそれがまあ制度となっていく。しかしながらそのようにきれいに発展するかというとなかなかやっぱりそのようにいかない。それは手段全省でさえも第一次世界大戦の時に作られたこの理念が100年経ってもまだ確立していないわけですよね。で、民族自決も同様かもしれませんし、あるいはあのケロック・ブリアン条約、不戦条約に関してもまだ世界があのその不戦というものが本当の意味でもちろん定着しているわけではない。そういった意味では100年という時間を過ぎてもこれらの難しい原則というものに、あるいは理念というものに対して普遍的な価値というものに関して当然ながらあの綺麗な形で答えが出るわけではない。しかしながらそういった理念が浮上したことによってその後の国際政治が大きく影響を受けて変わっていくということは間違いないのであって、それ100年前とおそらく国際秩序や国際政治が同じということではないと思うんです。そういった貴重なあの示唆を今日は先生方から多くいただきました。あの大変あの価値があるあのディスカッションであったと思います。あの最後に日本国際問題研究所からよろしければ、あの最後の閉会の言葉よろしければいただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いします。では皆様、あの約3時間にわたりですね、あの長時間ご参加いただきまして大変ありがとうございました。研究所の同僚からあのこの原稿を読めというあの閉会の辞を渡されて、おるんですけれども、あのもう最後の特に質疑応答のセッションでですね、非常にあの素晴らしい総括的なあのやり取りがなされましたので、内容については私からここで申し上げることはいたしませんけれども、まず最初にですね、あの先生方特に基調講演いただきました中西先生、それからパネルにご参加いただきました補正先生、戸部先生、庄司先生、川島先生にですね、ここで深くあの感謝の意を表しさせていただきたいと思います。中身についてはあの先ほど申し上げたように特にコメントはいたしませんけれども、あのこのようなシンポジウムはをですね、日本国際問題研究所としてはあの年間を通じて、企画実施いたしてきております。私もあの国際問題研究所に参りまして1年以上経つんですが、いくつか開催させていただいたシンポジウムの中でもですね、今日はあの規模は小さいかもしれませんが大変内容が充実していてですね、なおかつ、まあ、あの私自身の、まあ、皆さんも同じだと思いますけれども、あの知的好奇心というか知的な刺激に満ちた大変あの素晴らしいセッションになったのではないかというふうに、考えております。今後もですね、日本国際問題研究所としてはこの歴史プロジェクトの下でですね、ますますあの盛んに、このような企画をさせていただきたいと思います。またあの今回のシンポジウムに限らず、あの今まで企画してまいりましたシンポジウムにつきましてはですね、事後的に、まあ、刊行物にまとめるとか小冊子にまとめるとかという形で、あの形に残るようなようにさせていただいてきておりますけれども、最近ではですね、あのウェブサイトとか
それから SNS でもですね、いろんな発信をさせていただいております。今日 のシンポジウムにつきましてもすべて録画をさせていただいておりますので、これについては広く見ていただけるような形で、ご提供させていただきたいと思いますので、ぜひとも今後もですね、当初のですね、この歴史プロジェクトについてご関心を持ってですね、フォローしていただければと思います。最後になりましたが、長時間皆さんご参加いただきましてありがとうございました。これにて閉会させていただきたいと思います。はい、中山市長ありがとうございました。最後にパネリストの先生方にも拍手をしていただいてます。どうもありがとうございました。